でてーん。でてーん。はい。皆さんこんばんは。川崎すぎです。本日は9月の23日の金曜日、祝日ですね。ただいまの時間は夜の22時となっております。なんか世間ではシルバーウィークって言われてるんですか？今、今週の月曜日の休みと合わせて。まあ私も休みだったんですけれども、なんかシルバーウィークっていう感じはあまりしないですね。3連休2連続みたいな感じで捉えてます。皆様は本日はお休みだったでしょうか？今日も仕事学校もし行っておられましたらお疲れ様でした。今日も明日までのですね、少しのお時間一緒に過ごしていただければすごく嬉しく思います。マスくん、スーパーチャットありがとう。イエイイエイ。ということで、本日はメタルギアソリッド3をやっていこうかなと思っているんですけれども、先に英語のやつを。 Thank you for coming everyone. Today is 23rd September, Friday, 22 o'clock GST. How was your day? Yeah, yeah. How did you do today? How is it going today? Today, we have a holiday in Japan.So what? これあなたは同じですか？ How about you in your country? Are you? I went to? Did you went to? Did you go to your school or your office? Well done, everyone. Anyway, today we will go Birch's mission or Operation Snake Eater. With yeah, Solid Snake じゃないわ。Old Snake。あれ？ビッグボスよ、ビッグボス、with big boss。 So yeah, check it out。 そういうこともさておきですね、皆様、前々からこう温めていた企画がございまして、今日実は18時にリリースしたんですけれども、VTuber さん11人を集めた、ショート動画のチャンネルを新たに作るということで、本日18時に1本目の動画が投稿になりましたが、皆様も見ていただいておりますでしょうか？いましたか？今のところですね、ストック10本作ってのストックを10本作って臨んでおります。あれめちゃくちゃ回すの大変なのよ。けど今ある10本少なくとも結構面白い感じで作れてるし、これから毎日投稿していこうと思ってるので、よかったらチャンネル登録ぜひしていただければなと思います。あと高評価ね。あとショートで喜ばれるのは、1回全部見るんじゃなくて 2,3 週見とくとね、喜ばれますよ。再生維持率がね 100% 超えるんだよね、ショートは。ぜひぜひご覧になってくださいと。あれはね、11人でやってるんで、いやサッカーできるんですけど、あれいつか全員でね、ウイ入れをね11人でやろうと思ってるんですけど、まあこれは嘘なんですけどね、誰か1人2人は推しの子が見つかるんじゃないでしょうか。結構わざと参加メンバーもこう元気っ子4普通3みたいな感じで配置してたりもするので、おそらくあなたの好きなキャラクターが見つかるんじゃないかなと思います。ということで、それはそれとして、今日はメタルギアをやっていこうかなと思います。前回メタルギア2が2回で終わりました。で確かメタルギア3の RTA が1時間40分とか言ってましたか。だからまあ多分3時間、まあ長くて4時間で私今日も終わると思いますので、まあ、おそらく今日の2時頃にはエンディングが皆様に見せれるんじゃないかなと思っております。今日も少しの時間よろしくお願いいたします。あとぜひ私のチャンネル登録もお願いしたいので、もし今日ショートの方からね飛んできた方とかがいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、私のチャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しく思います。あと最近言ってるのがですね、コメント数めちゃめちゃ大事なので、よかったらね懐かしのゲームを見ながらバカバカコメントを打っていただけるとすごく助かります。お願いします。ブレッドさん、タクさん、ミヤニーさん、トードさん、オトロさん、黒豚さん、ホリさん、メンダコちゃん、タクヤさん、ケシケシさん、テツロさん、モナカさん、ノートさん、ヒリュウさん、ドロミちゃん、マリちゃん、ランニーちゃん、ジェファーちゃん、つむぎさん、マエちゃん、コミちゃん、トナカイくん、市長さん、工房大さん、はじめさん、長戸さん、ファリッツさん、アダドンちゃん、タマちゃん、ココロンさん、レッドゴーストさん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、ナゴナちゃんもこんばんは。来てくれてありがとう。
こちらスネーク無事コメント欄に潜入した、そういうコメント大好き私。So excited to see you play MJ3 today. Yay! 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 I have feelings. I have same feelings too. でてーん。四条さんは今日初めまして。初めて見に来た。ありがとうございます。改めまして VTuber の川崎シーと申します。よろしくお願いします。四条さんは MGS はやりましたか？スネークイーター。I just woke up and I'm still sleepy. Oh, really? はじめ。But...Yeah, you must watching this streaming from start to the end. To the end, okay? Don't stop to watching. ファリッツさん、こんばんは。来てくれてありがとう。私のこと覚えていますか？どう思う？ファリッツさんは逆に。逆にどう思う？前回いつ来たの？逆に。タイちゃん、ロロロさん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、チャンネル登録嬉しい、ロロロさん。ありがとうございます。ロローさん、いつ私のチャンネルと、宣伝見たんですか？大ちゃんもありがとう。MGS3 から大きく攻略難度が上がっているバカタレ！私のこと誰だと思ってるんだ？ジョーランさん、こんばんは。来てくれてありがとう。本日は PS3 で、メタルギアソリッド HD エディションを入れてプレイをしております。ケイちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。で、PS3 の薄型実機、あとはコカ・コーラゼロを持って本日に臨んでいるというところでございます。山田さん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、2週間ぐらい前。なるほど。ロロロさんは普段から配信とか、VTuber の配信はよくご覧になるんですか？メテシャワさん、あとオーバーズさん、こんばんは。来てくれてありがとう。これ CQB だよね。ん？ CQC?CQB? 誰かのモーキャプからの 3D ですかね、これは。赤月さん、こんばんは。来てくれてありがとう。タタタタタン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 タタタタタンタタタタタタタンタンタタタタタン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 タタタタタン。うん、OK ですね。特にじるとこはないかなと思います。なんかゲーム始まるときに一番最初にオプション画面を見る人はオタクだって聞きました。皆さんは見ますか？大野さん、初見さん、いらっしゃい。来てくれてありがとう。VTuberの川崎聖と申します。大野さん、私のことはどうやって見つけてくださったんですか？あずささん、ありがとう。見てくれてショート。白野さんもこんばんは。来てくれてありがとう。本日は、大体4時間ぐらいで終わるかなと思ってますので、2時には皆様にエンディングをお届けできるんじゃないかなと思います。ハトちゃん、キャプちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。この辺のね、文字も綺麗になっていて、すごいいいですよね。まずオプション開く。そうですよね。わかる。私も一緒だもん。もうおなじみの声優さんが並んでていいですね。これ何ですか？この、パキスタン。パキスタン、中東でやばいとこじゃないの？荒れてるとこ。はーい。はーい、わかりました。チェックしました。メタルギア作品は、1、2、3、4、5はやってます。ピースウォーカーはやってないかな。で、3がね、一番ね、記憶にないの。やったはずなんだけど、3って。ほとんど記憶なくて、あんまり覚えてないんだよね。あ、ゲーム実況を見てる。じゃあ、ロロロさん、あれですか？あ？酸素放送、機体のコネクターに接続。葉巻を消せって言われた。マスク装着せよ。はーい。怒ってるもん、絶対。な、怒ってんの、あんた。あの男、素人か。俺は素人ではない。プロフェッショナルだ。ロロロさん、MGS は好きなんですか？今回10分前。あ、チュートリアルはもう私も全スキップですね。絶対怒られるよね、こんなの投げたらさ。みはたん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、おすすめで出てきたの、大野さん。嬉しい。大野さんも MGS は好きなんですか？ルカダン、こんばんは。来てくれてありがとう。皆さん、もしよかったらですね、チャンネル登録じゃないわ、高評価、ぜひぜひ押していただいて。
私の配信がもっとね、いろんな人の目に届くようにしていただけるとすごく嬉しいです。行くぞ行くぞ。日の出じゃなくて夜の方が良くない？降下するんだったらバレないから。メタネが全部やった。ナイス。外気温度摂氏マイナス46度。え、降下2分前。摂氏マイナス46度やばすぎない？それ死ぬじゃん。実際死ぬじゃん。はーい。降下1分前、後部に移動せよ。これが記録に残る世界初のヘイロー降下に、世界初のヘイローコードよ。なんだっけ、高高度低加算なんとかですよね、確かね。全て正常、オールグリーン。システムオールグリーン。You pick the option to play the game where you have a light mask. あ、行ってきます。メタルギアはですね、ココロンさん、潜入操作のゲームですね。潜入操作、敵にバレないように敵の施設に潜入したりなんやかんやするゲームとなっております。今くるくる回らなくていいんじゃない？こよ。ピースウォーカーと4-5ライジング、ロロロさん楽しいよ。あの2ほんといいよ。私この間実況したからさ、ぜひあのアーカイブを見てください。カフェさんこんばんは、来てくれてありがとう。これ私も思ったのよ、バーチャルミッションかなと思った。バーチャスミッションだったね。定式なミッション。何が定式なのよ。忠誠を誓う儀式みたいなもんだ。気を抜くんじゃない、あくまでも実践だ。分かってる。余裕ですよ、そんなの。その記念すべきミッションの内容は、約2年前、ソ連のある科学者が西側への亡命を申し出た。はい。我々のモールを通じてな。皆さんちょっと音ちっちゃいですか？もうちょっと大きくてもいい？このゲームはダイナミックレンジが高いね。ちょっと上げた音。OKB754 の局長であり、東側の兵器開発における。みんなやっぱね、いい声聞きたいですもんね、やっぱり。あのロケット開発で有名なソコロフ。そのソコロフだ。ミャオーって言ってパンパンってやられるよ、あんた。ソ連は人類初。これもうガチなんだよね、この辺は。地球は青かった。だが神はいなかった。ああ。そのガガーリン少佐を宇宙へ送り届けたのが A1 ロケット。通称ボストークロケットだ。ボストークロケット、そこで使用されたマルチエンジンクラスターの完成に最も功績があった。そう、これね、映像本物だからね。友人、これがね、リアリティーますんだよね。ノルンちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。ノルちゃんは MJ3 はやった？一義士が設計局の局長に。いいね、やるじゃん。出世じゃないか、なぜ亡命を。このさ、目にはまってる感じのなんかこうメガネみたいなやつあるじゃん。これどうやってついてんの、これって。そのために国も家族も捨て、オーバーザフェンス。家族捨てるのは結構やばいね。家族も西側で保護するというのが彼の。あ、逃げてきた今。これが脱走兵だね。脱出させ、大数ソコロフ本人にもベルリンの壁を越えさせることに成功した。その亡命作戦の指揮を取ったのがこの私だ。やるじゃん、おじさん。東側の警備が薄かった頃だ。デッドマンさん、テセヤンさんこんばんは、来てくれてありがとう。モノコルって何？あ、口数多い方が助かる。みんなもうガンガンコメント書いて、もガンガンコメント多めでメガ盛りでお願いします。コメントギガ盛りでお願いします。楽しみにしてるね、みんなのコメント。はい、何が起こったんですか？なんか一番世界で一番こう核戦争が起こりそうだった時ですよね、キューバ戦争って。かきべちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。あれモノクルっていうの、リビーさんこんばんは、来てくれてありがとう。目のくぼみに挟むんだ。みんなつけたことある？例えばめっちゃ怒ってるじゃんこの人。あ、突撃さんこんばんは、来てくれてありがとう。フェリータさんもこんにちは、来てくれてありがとう。ゴンディールこんばんは。撃つなよ絶対撃つなよって。これ実際のキューバ危機の内容ですか、もしかして。
パチさんこんばんは、来てくれてありがとう。伊沢さんもこんばんは、来てくれてありがとう。IRBM を撤去するという話か。いや、トルコに配備されていたジュピター型 IRBM は旧式で、いずれにせよ撤去される予定だった。米ソ双方にとって戦略的な意味合いはない。なるほどね。トルコの件は偽装だ。偽装、妖怪の同業者たちへ流すカバーストーリー。カバーストーリーとか私たちのんきに聞いてるんでしょうね、普段からね。ソコロフだ。西側に亡命したソコロフの変装だ。すごい政治的な話。ソ連の牙撤退はソコロフ一人を手に入れることと引き換えだった。すごいよねそれ。あさめちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。付け方はドラマで見た。へえ、ほぼ史実。フルシチョは、へえ、フルシチョフ、フルシチョは全面核戦争か。選択の余地はなかった。そりゃそうなりますね。せっかく亡命してきたのにかわいそうだね。翌日、私はソコロフを病院から出し、東側の局員に引き渡した。バイバイソコロフ。ソコロフは助けてくれと叫び続けて。そうですよね、そりゃそうなりますよね。せっかく家族と一緒に亡命してきたのにね。モールから再び情報が入る。モールっていうの、工作員のこと。ソコロフは設計局へ連れ戻され、 KGB の監視下で。ショッピングモールしか頭よぎらないわ。しかもそれは完成。フルシチョフ、フルシチョフだ。で、その兵器とは。何兵器って、何作ったの、ソコロフ。ミサイルの方だ。どちらも同じ技術だ。そうだね。とにかく詳細はわからんが、特殊な核兵器の一種らしい。この半年、もう本当にもう全然覚えてないわ、シナリオ。これ歴史も詳しくなっていいんじゃない。みんな学生にメタルゲアさせた方がよくない。T さんこんばんは、来てくれてありがとう。情報によると、その西3マイルにあるセリノヤルスク。セリノヤルスクね。少女地のある絶壁という山の中。少女地のある絶壁、バーチャスミッションにふさわしいな。定宿だからね、なんたって。最近そこに移されたらしい。どうして。兵器の野外実験演習らしい。実験演習実際やってるってことじゃ、ソコロフが。設計局内であったなら今回の任務は立案されなかった。実際のミッションもこんな感じで決めてるんですかね、軍隊さんがね。いくぞ。 MCS はもう半角に使う。めちゃめちゃいいじゃんそれ。もうそれ行こうよ。めっちゃいいじゃん。 MGS で学ぶ半角ってことでしょ。すごいいいじゃん。今日の配信のテーマは半角ですね。ダンボールに隠れるおっさん主人公以上知識でも分かりますか。分かる分かる。ドロミちゃん分かんなかったらコメントで書いてくれたら、私か有識者が教えてくれるし、バッチグーですね。ニキーこんばんは、来てくれてありがとう。 Time for this name to shine. OK. We will go. 例の兵器が完成する前にソコロフを奪還。これ落ちてる時って見えるのかな。あ、でもパラシュート開いたらどうせわかるもんね。バーン。これ開いた瞬間見つかるもんね、敵から。ソコロフ救助確認後、リカバリーポイントで待て。はい。回収用気球をポイントに投下する。回収用気球、あ、はいはい、気球で脱出するの私たち。すごいね。その後、ガンシップのアームで引っ掛けて釣り上げる。これあの、そう、フルトン回収、あの MGS5 でめちゃめちゃ使ったフルトン回収ね。安心しろ、実績もあるシステム。怖すぎるんだけどフルトン回収。ソコロフは耐えられるのか。死ぬんじゃない。衝撃はパラシュート降下時より少ない。アームの強度も500ポンドまでは大丈夫だ。つまりコンバットタロン一機で国境を越えてくるつもりか。つまりか。本機は6連装20ミリバルカンカノンを2門と40ミリ機関砲を2門装備して、そんなの戦闘機に睨まれたら終わりだよ。追撃されてもケチらしてもらえそうだ。いや、地はいいけど空がやばくない。タイムリミットは4時間、4時間でやるの私。数時間で終わるミッション。夕食には帰れそうだな。フラグ立てたらダメよそれ。運ばなければ、夕食だけではなく朝食も、今後の食事ジャングルで取ることになる。朝食もね。何をうなずいたの今。警備さん、はーい。 MGS4 以降やってない。たまちゃん3はやったの。3は1、2、3、ピースウォーカーはやったの。
戦闘機には勝てないよね。みんなさ、あれやったことある？パラグライダー。いたたたたたたた、あ、いたたた、あ、もうほら、もう武器落としたし、今。出た。待たせたな。パラグライダー私人生で一回だけやったことあるんだけどさ、めちゃめちゃ面白いよ。パラグライダーまたやりたいもん。US アーミー、ちょっともう道具落としちゃったんだけど。昔のゲーム、え、じゃあワンツーぐらいですか。やってごらんみんな、パラグライダーめちゃめちゃ面白いよ。まあ1日8000円とか1万円とかでできるんじゃないかな。ジャック、ライデン、ライデン、タン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 タカタカタンタンタン。3まではやってる、ナイス。ドームチレイ、これね角度変えれるんだよね今回は。これしゃがむの、あ、こうだわ。 80%、 はいはいはい。ちょっとね、操作を思い出してるからちょっと待って。あ、ワンツーからのローね。コール、はい。なんか文字のフォントがわざと古くなってるのがさ。聞こえるか。はい。そこはすでに敵地内だ。ちょっと大きいかな。今度は。今後はお互いこんなもんかな。ボリュームこれぐらいでいいですか。君の本ミッションでのコードネームはネイキッドスネーク。ビッグボスです私。スネーク、あ、うさちゃん、うさちゃん来てくれてありがとう。こんばんは。元気うさちゃん。元気してる最近。うさちゃん私のショート見て。うさちゃんに見てほしいんだけどショート。レストランで注文するほど好きではないが、そうも言っていられないかもな。かもな。そっちはどう呼べばいい。このぐらいで大丈夫？オッケー。私は茂木さん、こんばんは。来てくれてありがとう。私はトムだ。トム少佐と呼んでくれ。少佐はバレてるじゃん、それ。それとスネーク。なんだ？少佐はバレてる。もうシップクルーの目はない。変装を解いてもいいぞ。あ、あれシップクルー向きのやつなんだ。しっくりこない。なるほどね。蛇は脱皮するものだ。確かにね。ショートよかった？嬉しい。ありがとう。みんなチャンネル登録してね、ショート。あのクオリティでさ、毎日あれを投稿するのすごくない？あのクオリティ毎日続いたらすごいよ。登録ありがとう。もう350人ぐらいいったかな確か、チャンネル登録。一日でね1000ぐらいいったらいいなと思ってたんですけどね、明日の18時までに1000人ぐらいいったらいいなって思ってます。あ、うさちゃんショート見てくれてありがとう。ソリトンレーダーがないから視点変更しないと大変。なるほどね。うん。ん？トム少佐、聞こえるか？フォックス、フォックスハウンドじゃん。待たせたな。待たせたな。今回のミッション。カナさんこんばんは。来てくれたり。今回のミッションもでしょ。今回のミッションも。潜入の形跡も悟られてはいけない。わかるか？わかります。それが隠密部隊フォックスの特殊任務。フォックスハウンドじゃないんだっけ？つまり、フォックスとフォックスハウンドって違うんだっけ？食料もだ。うん。まさに丸裸。持って行った方が良くない？食料とかはさ。なるほど。蛇は嫌いかと聞いた意味がわかった。俺の名前をスネークにしたのは皮肉のつもりか。これは初めてスネークになったんだ。リジバさんこんばんは。ヘルスンさんもこんばんは。来てくれてありがとう。この時はフォックス。なるほどね。食料はどうやって調達すればいい。どうやってやったらいいんだ。ナイフと麻酔銃を用意した。はい。それでキャプチャーしてくれ。あ、今ねコカコーラゼロ飲んでおります。バックパックに入れてある。うん。バックパックか。持ってかれた。放火した時木に持っていかれてしまった。持ってかれちゃったんだけど。うん。あ、回収しに行くんだ。オッケー。回収しろ。場所はわかるか。だいたいね。ここから見える。あ、見えてんだ、もう。めっちゃ映像綺麗。これはですね、もともと20年ぐらい前のゲームだけど、HD リマスターなのよ、これ。もともと PS2 だったんだけど、PS3 でリマスターで発売されたやつをやってます、今。こちらから連絡がある場合はコールする。数時間で終わるミッションに、食料が必要か。確かに。
さあスネーク、バックパックを回収しろ。はい、わかりました。ん？どこ？見えてるぞって言ってたけどさ、多分こっちだよね。あ、あれだわ。ファムラさんこんばんは。来てくれてありがとう。はい。どうすんのこれ。いや、本当に覚えてないわ。これどうすんだっけ？これ木を登るんだっけ？おいおい。これなんかここ登れた気がするんだけどね。あれ？これどうすんだっけ？ちょっと、climb the tree?OK。ちょっと少佐、少佐ちょっとどうやんのこれ。何ボタンで行くの少佐。スネーク。はい。バックパックはそこにある木の枝に引っかかっている。何何？三角ね。三角。オッケーオッケー。ナベリさんこんばんは。来てくれてありがとう。登れるその木。登れることは覚えてんだけどさ。これで？はい、ナイス。三角、よくみんな三角ボタンだっていうこと覚えてるね。うん。スネーク、バックパックを回収したようだな。回収しました。武器を使用するには、まずバックパックから取り出して身につける必要がある。うん、はい。サバイバルビュアに入って、バックパックのウェポンを選ぶんだ。うん、ウェポンをね。左上のウィンドウに持っている武器の一覧が表示される。うんうんうん。その中から身につけたいものを選んで決定ボタンを押すんだ。かしこまりました。装備品についてはアイテムで。ポンポンちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。サバイバルビュアのバックパックだな。そうだ。本当にこれやばいわ。もうほぼ初見ぐらい覚えてない。はい。作戦行動が長引けば君のスタミナも減っていくだろう。やだ。スタミナが低下すれば正確な射撃ができなくなったり、傷の治りが悪くなるなど作戦行動に支障が出てくるはずだ。うんうん。スタミナ切れには十分注意してくれ。でも早く帰れるって少佐が言ってたもんね。ジャングルに生息する動植物をキャプチャーして食べるといい。キャプチャーって言い方、私昔メタルギア無線の動画めちゃめちゃ見たな。 MGS 無線。麻酔銃マーク22ハッシュパピーのみか。ハッシュパピー。そうだ、専用のサプレッサーが装着してある。ただしサプレッサーは発砲するごとに劣化する。そんなサプレッサーなくない？そうなの？サイレンサーって撃つたびにそんなすぐガリガリ減ってくの。耐久度に表示されている。今装備している武器、装備以外は現地調達だ。装備も。馬肉送ってくれたの？え、私追加してた？もしかして。そういう、ま、覚えてなかったもん。忘れてたわ。確かにね、馬肉欲しいものに追加したかも。ゲルマさんこんばんは。来てくれてありがとう。排泄物に至るまで、うん、弾丸も薬莢もな。薬莢落としてはいけないの結構きついですよね。米兵は存在してはならない。最終的には実際も壊れる。へえ、欲しいものに入ってた。そっか、前回ね、そうなんか馬肉食べたいねって言って確かに入れた気がする。え、送ってくれたの、ありがとう。そこでの助かる。久しぶりに豪華なもの食べれますね。私、当局も米政府も一切の関与を否定する。怖すぎじゃん。自分で始末をつける。そういうことになる。そういうことになる。そのために貸し役を持たせた。 SIS などでは今回のようなカバードオペレーションでは生産カリのカプセルを持たせる。いつでも飲めるように体にテーピングしておくんだ。怖すぎでしょそれ。感謝する。あんた優しいね。敵の捕虜になった時に使うんだ。CIA が開発した。 CIA 恐ろしいもの作るじゃん。で、生き返るには蘇生薬を飲めばいい。作戦前に奥歯に仕込まれたあれか。そうだ。だが気をつけろ。長く貸し状態でいすぎるとこちらの世界へは二度と帰ってこられなくでしょうね。覚えておけよ。この時代のサプレッサーはすぐ劣化した。そうなんだ。潜入と。ああ、ということは支援は期待できない。自衛隊も薬莢なくせない。現場任務は全て君一人。そうで、聞いたことある。なんかまさにワンマンアーミー。だからキャッチつけるよね確かね。アミアミのやつ。無線機で君をバックアップするサポートチームはいる。誰？出た。紹介しよう。出た出た出た。今回の任務はサバイバルが重要なキー。これ誰だっけ？君の体調管理、いわばメディックと記録を担当するスタッフだ。はいはいはい。彼女もフォックスの一員だ。そして彼女もフォックスにそういう情報系の人もいるんですね。彼女？こんにちは。
私はパラメディック。そう、パラメディックだ、パラメディック。そうそうそう。メディック。パラシュートで駆けつけるメディックの意味よ。それ本当にそうなの、それ。女性からは本名を聞きたいものだが。それはお互い様でしょ、スネークさん。俺の名前なら、ジョン・ドゥだ。それでジャックなの？ジョン・ドゥでジャック。ジョン・ドゥって要するに名なしってことでしょ？戦場では意味がない。君の名前は？今回のサポートは全員一に出てる。へぇ。ふざけてないわ。生きて帰れたら教えてあげる。私の周波数は生きて帰ったらなんかデートしてくれそう。また彼女には任務の記録も担当してもらう。セーブしたいときはセーブ用の専用回線 140.96 にセンドしてくれ。はーい。ミッションの記録、セーブだな。セーブだな。セーブじゃなくてセーブなんですね。わかった。これどっちが正しいの？セーブ。セーブ。それからもう一人紹介したい人がいる。誰？スネーク。ヘビといえばザ・ボスを知っているな。お前の師匠であり伝説のソルジャー。はい、あの女の人ですよね。実は長官からミッションの実行許可を取り付けてくれたのが、うんうん、ザ・ボスなんだ。え、タケルさん知らないの？あの山田太郎みたいな意味ですよ、ジョン・ドゥって。ザ・ボスが？あ、タケルさんいらっしゃい。ミッションの立案にもザ・ボスが協力してくれた。日本でいうところの山田太郎が、あのジョン・ドゥですね。アメリカでいうところの。聞こえる？何年ぶりかしら。ザ・ボスじゃん。ボス？ヤッホー。そう、私よ。あなただったとは。なんかこれあれみたい、モンスターエンジンさんみたい。お前だったとはみたいな。ああ、5年と72日18時間ぶりだ。絶対適当に言ったでしょそれ。声だけでわかるのか。あ、いちかさんこんばんは、来てくれてありがとう。そうか、俺にはあんたのことがわからない。全然わかんない。何が言いたいの？どうして突然俺の前から消えたんだ。もうこれ恋人みたいなこと言うじゃん。ノライさんこんばんは。暇を持て余した神々の遊び。プップー。戦闘の技術はすべて教えた。CQC 的な？何もかもあなたに教えた。全部ね、全部。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに。わかりました。しかし兵士としての精神は。メンタリスト求めてるじゃん。それは教えられない。自分で学べってことね。真偽体。うん。この中で他人から教わることができるのは。技術だけ。確かに。どうでもいいの。そう、メンタルが一番大事だからね。心と体は対をなす同じもの。精神を教えることはできない。うん。自分で習得するしかないわ。はい、わかりました。しょうがないですね、それは。兵士はいつも同じ側とは限らない。確かに。兵士同士。傭兵とかは特にそうだよね。ご法度。戦闘相手は政治によって決まる。政治ね、政治、政治、政治。常に時代は移り変わる。ミンティア食べます。昨日の正義は今日の悪かもしれない。え？それがこれ井上喜久子さんなのこれ？嘘でしょ？あなたには関係ない。これ井上喜久子さんなの？嘘でしょ？極秘ミッションだったの。人はどんな命令でも従わなければならない。うんうん。理由や精査は必要ない。戦う理由、いや理由は欲しいですよね。あなたはすぐなんでこれを自分がやるのかっていう理由付けは常にあった方がいいね。これキクコさんなんだ。嘘。かっこいいねキクコさん。任務に正義を持ち込むことはない。いいのそれは。ただ任務でしかない。まあそういうものだと思いますが、それどういう何を楽しみに生きてるんでしょうねそれって。俺は成果を上げるために持てる力を使う。うん。政治的なものは意識しない。しない。それは違うわ。いずれ悩む時が来るはず。うん。軍人として生きるか、兵士として生きるか。生きるか？東洋では忠を尽くすという。ロイヤリティね、ロイヤリティ、ロイヤリティ。主君へのパトリオティズム。国への献身。俺も大統領や軍のホスピタリティね、献身は。そのために死ねる覚悟だ。大統領も軍のトップも不変ではない、うん、任期が終われば変わる。はい。上が変わっても俺はトップの意向に従う。なんかちょっと甘いというかさ、あれだよね、時代あ甘さが見えるね、ちょっとね、あのファイブとかのファイブはまあ違うんだけど、指導者も変わる。実際はキリアさんこんばんは、来てくれてありがとう。私たちは時代、これをさ、この話をなんか進んだ後とかじゃなくてさ、シナリオのド戦闘で入れてくる小島さんの采配がやばいね。
それが本当だね。今喋ってていいのね。ただ一つ絶対に信じられるのは、任務だけよ、ジャック。はい。わかった。だから言わせてくれ。何？俺はスネークだ。スネーク。うん。この人たちさ、この世界の人たちは往々にしてコードネームを軽視しがちだよね。何のためにつけたのって感じ。第二次大戦中、ザボスが編成した伝説のコブラ部隊ね。コブラ部隊。うん。大戦を終結させ、あ、同説100いった。みんなありがとう。見てくれて今日も嬉しい。しくれれよかったら高評価もお願いいたします。チャンネル登録まだだったらぜひぜひお待ちしております。ボス、あんた以上に心強い人はいない。うんうん。それと、え？また声が聞けて嬉しい。ね、普通になんかもう恋する少年じゃん。スネーク。でもおかしくない身だもん。パラディーン、こんばんは。キリオさんもこんばんは。マニアックさんもこんばんは。来てくれてありがとう。超得意。でも今回はジャンゴ。この前あそこ行ってきたよ。サバイバルが重要になる会場の。私が教えた、あれか、アーク、なんだっけ。もう忘れた。クロースクォーター、あそこなんて言うんだっけ、洋上の海上汚染施設のとこ。汚染施設じゃないね。汚染撤去施設、うん、大丈夫よ。私が思い出させて。高木さん、スーパーチャットありがとう。まあ確かにね。この間はね、養生施設だったからね。ビッグシェルだ、ビッグシェル。ビッグシェルで経験積んできたので、私。パーミット級厳選。私の周波数は 141.80 よ。あら、カルテンさん、チャンネル登録ありがとう。よかったらコメントもください。会場汚染施設は相当やばいね。ナイスパー、そう、ナイスパーって打つのも超大事だからね。大原さん、こんばんは。来てくれてありがとう。うん。極力戦闘を避け、見つからずに行動するんだ。MGS やってましたよ、ノランさん。1週間ぐらい前かな。だいたい10時間、8時、8、9時間ぐらいでクリアしたんだったかな、2日で。はい。え、ここでトレーニングすんの？ナイフ抜いた。そんな持ち方すんの？もうね、バッチリね、体に US って書いてんだよね。US って書かない方がいいよ、多分。トタヤさん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、これを、これどうすんだっけ？こう？出た出た出た。はい。倒したら、ポピーンってなって、取る。スネーク G。こうか。こうね。これ、うん、あ、生物保護ありがとうございます。行きますか、ガンガン。そう、4時間で、あと3時間20分でクリアしないとダメなので、映像を見るだけで30分かかりましたね。ゴーゴーゴー。でもこれね、メタルギア2よりもさ、あの FPS 味を増してるので、これは、うん、開けてるぞ。どう？寝た。これさ、ナイフには？おらおらおら！おら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 ！無駄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 ！え？絶対死なないじゃん、こいつ。来た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 ！ほらね。ほら。ワニだらけじゃん、ここ。恐ろしいことに。あ、ランニーちゃん、スーパーチャットありがとう。カズシンさん、エルムさん、こんばんは。そして、ジョージさんもこんばんは。来てくれてありがとう。あ、痛い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 。いるじゃん、ワニ。なんなの、こいつ。我、ビッグボスぞ。お前たち。ん？我、ビッグボスぞ。え？え？てて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 てんてんてん。そんなバカな。スネーク、いや、これまず、スネーク、まさにみんなびっくりしてるでしょうね。え、そのなんか敵と当たってとかじゃなくてさ、この前送り込んだスパイがさ、なんか底なし沼に沈んで死んだよって言ったら、もう伝説になるでしょうね、これは。てん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 。
これあっちからマロが良さそうな気がするね。ちょっとごめんね。いっぱいいるんだよな、これ。眠らしますか？じゃあ、ちょっと掘りコンが。よいしょ。はい。弾は41発ある？じゃあまあまあ大丈夫ね。は？なんで寝たじゃん、あんた。あんた寝てたじゃん、今。伝説かっこ笑いのよ。伝説かっこ笑い、やばいね、それは。てん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 、てくてくてんてんてん。このリズムがもう私好きすぎまして。笑う前にびっくりした。ねえ。ソレットさんこんばんは。来てくれてありがとう。水中ならビッグボスもワンパン。怖すぎ。接触すると問答無用で起きる。そうだっけ？ん？あ。はいはいはい。なんかかっこいいこの横一文字になってんの。あ、やってるわ、こいつら。敵を2名派遣。はい。おそらくソコロフを見張っている KGB の兵士だ。逃げたらここで追いかけるみたいな。 AK47 にグレネードか。ワニは口開いた時に手榴弾を入れると一発。へえ。スネーク、うん、君はすでにソ連領土に不法侵入しているんだ。不法侵入、私悪いことはしないって決めてんのにさ。アメリカ政府の関与を国民に悟られてはならない。敵との接触は禁じる、うん、戦闘も避けろ。隠密行動だ。いいな。でも見つかったら殺したらセーフだよね。あ、ノラキャットさん、ノラキャットさんがまた。ノラキャットさんどうしたの？びっくりした。私いつもお世話になっております。ノラキャットさん来てくれてありがとう。みんなノラキャットさん来ましたよね。有名有名 VTuber のノラキャットさん来ましたよ。フェイスでね。その場所に溶け込むようなノラキャットさん来る配信やばいよね。チロちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。森の中では動くものが目立つということも忘れないで、うん、知ってる知ってる。もう余裕です。浮かずに立って走ればすぐに気配を察知されてしまうわ。はい。その場で匍匐していれば見つからずにやり。プラン B は基本、うんうん、あ、ナークルさんこんばんは。あとはどれだけ偽装ができているかは。オトニールさん、はい、オトニール。カムフラージュ率は周囲に対するあなたの偽装度を表している、うん、はい。値が高ければ発見されにくいし低ければ見つかりやすいということ。はい。重要なのは自然と一つになることよ。カムフラージュを常に意識。私やっぱりね、自然に寄り添う人間なので、そこは多分大丈夫だと思いますね。シンジェンさん、アハトさんこんばんは。来てくれてありがとう。はい。セレクト、あ、じゃないわ。スタートを押して、カムフラージュ、フェイス、こう15プラス5。あ、一番いいじゃん。これがユニフォームは結構持ってきてんじゃん、あんた。リーフ、これね、いいじゃん。でももっと顔いけるよね。あれはもっと顔汚せるよ、これ。あ、いるね、あいつら。 65%。90% カモフラ率、余裕じゃん。あ、なんか兵士の動きがさ、やっぱ2と比べてちょっと人間臭くなってますね。深夜のスニーキングミッション部、これでしょ、これ。みんなでやるんでしょ、今からスニーキングミッション。 You forgot good luck seeing you MG3? OK I will。 ソリトンレーダーはどこ行ったの。ソリトンレーダーは敵の視線から外れたら大丈夫。 OK。 違う違う、音はどうなんだっけ。音はいけるね、これ。全然いけるね。いるね。何これ、グレネード。 OK。 いるね、あいつら。まあまあいるね。敵のね、視界がどこまでか分かんないもんね。ちょっと戻る、これ。こっち行ったら、絶対これもう登りなって言ってるようなとこにあるけど、一回登ってみる、ちょっと。足音も？なるほどね。
これ登ったらどうなるかというと、どうにもこうにもならないね、これは。どうにもこうにも。あ、これこの視点になるんだ。あ、はい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 。見えてきた見えてきた。え？行く方向間違ってる私もしかして。行くとこないんだけど。あれ、さらに右かな？ん？なんかいるね。なんかいるわ。よいしょ。60年代にソリトンレーダーがあったらやばい。確かにそれはやばい。これどこ？こっち？違うよね。これね、ノルンちゃん始まってね、ゲームプレイ時間はね、全然行ってないですね。全然進んでない。木に登る意味はない。なるほどね。泉さんこんばんは。来てくれてありがとう。え、マップあんのこれ。マップってあるの？マップ見方あるんだったら教えて、誰かちょっと。レーダーがないからわかんない。そうだよ。え？ちょっと見づらいけど地図がある。え？はぁ？何？ちょっと待って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 。CQCで倒す。CQCで倒す。はいはいはい。はい、ほら見てみ。なんだお前たちは。やばいやばい。見られてるわ。強行突破しよう、みんなで。こっちでしょ、こっち。いいいい、もう大丈夫大丈夫。バイバーイ。敵発見してない、発見してない。ほら、みんな、事なきを得たわ、これで。お兄ちゃん、泉さん、こんばんは。来てくれてありがとう。今の画面で一番下？どこにあんの？これでさ、え、あ、見られてる、もう完全にバレてるわ、位置が。はぁ？え、マップ変わったらもう、リセットでよくない？リセで。はい。あ、いたたたたた！ちょ、なになになに？やってるな、こいつら。はいはい、吹っ飛ばす。もう行っちゃおう、行っちゃおう、行っちゃおう、もう行っちゃおう。いけるいける、絶対いける、絶対いける。ガッツガッツ。どうせイベント入るんでしょ、この先。どうせイベントになるはず。あ、ちょっと待って、やばいわ。なになに？レーションは、レーション。レーション。え、待って、レーションなくない？あ、やばいやばい、全然やばいわ。待って待って、スコープいらない。スコープいらない。ローリングとかないのこれ。いたたたたたたた、待って待って、スタートを押してマップ。なるほどね。スネーク応答しろ、スネーク。はいはい、何何何、まだ慌てるような時間じゃないって。まだ無事なのか。全然無事。大丈夫だ。余裕ですよ。大丈夫なわけないでしょ。ライフゲージを見なさい。ボロボロじゃない。まあそれは否定できないですね。これはまだレーションで即回復はない。あれか、スネーク。本作戦は、なんかあのじっと待ってたら回復するやつだっけ。これはどういうことかわかるか。どういうこと。いや、いいや、分かってない。怒るじゃん、ゼロ少佐。怖いわ、この人。怒るからすぐ。君が倒れたら代わりを務める者はいないんだ。確かにね。イムジャクさん、こんばんは。来てくれてありがとう。いいな。え、休息を取って。はい、じっとしていればライフは回復。普通に怒ってくるじゃん。ただライフが回復する速さは、うんうん、スタミナゲージの量によるから、しっかり食べてスタミナを回復させてから休む。かしこまりました。いい、ご利用しができないってことね。いいわね。わかった。スネークめっちゃ怒られてる。よいしょ。やばいやばい、待って。はい、オッケーオッケー。で、隠れてからのこう行って、あ、いた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 、待って待って、やだ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 、待って、ほらほらね、これで、これほら、もうほら、もうわかんない、ほら、もう誰もわかんない、誰にも見つからない。言いません、言いません。うわあんたたちエスパーですか。よく見つけられましたね、私を。やるじゃん。マヤンダラさんとマンズさん、こんばんは。来てくれてありがとう。てんてんてん。なるほどね。タムチムさん、チャンネル登録ありがとう。でも進めたね、1個。1個進めたよ。あ、こっちですね、これは。こう言って。もろバレしてる。
もうね、めちゃめちゃ見てきたね、こっち。いやらしい、もういやらしい視線を感じたもんだって。見てるな、あいつ。これ、どうしますか？これは。撃ってよくない？でももう。こいつ。ほら。あ、もうほら。ね？早いってこっちの方が、やっぱ結局こっちの方が早いのよ。結局そうなんだよね。いるわ。結局ね。こう。ね？結局いいのよ、これでも。あ、タリアンさんこんばんは。タリアンさん今日早いじゃん。気のせいよ。どうした？はい、バイバイ。結局こういうことなのよ、やっぱり。リサさん！え、だだだだだだ、助けて。はい。バイバイ。アラート状態からエバーション状態が、で、コーション状態で安全。なるほど、じゃあもう私は余裕ってことね。え？いる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 ！はい、ちょっともう逃げよう逃げよう逃げよう、もう。ダメダメ。だ、そう、なんで違うわ、そこと。呼ばなくて、いちいち呼ばなくていいって。自分の裁量で何とかしなさいよ、あんた。今日やることを得た、お疲れ様。ヘイトフル、サンキューフォーカメン。なんか鳴ってる。暗号みたいな、ププンププンププンって鳴ってる。少佐。うん、もう来た。こんな早かったっけ、ソコロフの工場って。かなり朽ち果てている。こんなとこで兵器開発してんの、あの人。これね。ここではソコロフは確認できないが。でしょうね。ちゃんと気絶させないとダメ。へえ。工場の外に保証が立っている。立ってますね、確かに。内部にも何人かいるだろう。イケメン、スネーク。目標、うん、ソコロフは廃工場の奥、はい、北東部の部屋に監禁されているはず。はいはいはい。北東部だな。これ殺したらダメなんだっけ。気をつけろ。ソコロフを生きたまま連れ帰るのが任務だ。ソコロフは殺したらダメなのね。彼の欲求にさらすわけにはいかない。危険フェーズではソコロフに接触するな。はい。了解。それとスネーク。敵のいる方向に方向キーを押した状態で丸押す。へえ。救出に成功したら。彼に伝えてほしい。なんて？何を？ごめんねって。遅れてすまない。待たせたな。それだけか。あ、待たせたなって言いましょう。これより目標への接近を開始する。ソコロを殺したら本末転倒。ふんふん。ユギさんこんばんは。来てくれてありがとう。で、はい、相手にはご退場いただいて。あ、気分屋さん、イブさんこんばんは。来てくれてありがとう。あ、寝てもらう。これ殺せないの？これはなんかナイフでこれとどめさせないの？これしんだ？はーい。はーい。ね。これで安全。っていうことでしょ？もう、だいたいそういうことなんでしょ？それはもう。これもだから、こうして、命ないなった？邪魔だもんね、だってこの人たちね。こうしてさ、こういうことでしょ？こうしたらもう、こうしたら起きてこないってことでしょ？起きたら面倒な人はこうしたらもう起きないってことだよね。安全。安心安全。あ、いたいたいる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 わ。いない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 って。だからもう、はい、やってるわこいつ。はい。なんでそんな殺意高いねこいつらね。ほら、なんでそんな殺意高いの。はい、はい、まだ生きてる。はい、
これで OK？ いた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 、やってるわこいつ。はい、こうやってさ、追加で人、あ、やばいやばい、すごい、もうアクションゲームになってるもんこれ。はい、あ、いたいた、まだまだいるじゃん、ぐわーって、やってるやってる、はい、ナイス。深夜のスニーキングミッション部今日も元気に頑張る深夜のスニーキングミッション部。いないいないいない、もういないって、誰も。エヴァーションになった、エヴァーションに。これで、はい、やばいやばい、待って、よくないよくない、よくないわ。あ、黒ユウさんチャンネル登録ありがとう。CQC で気絶、なんか下気絶今。なんか私、頑張って殴ってんだけどさ、あんまりね、死ななかったのよ。転ばせただけ。なんか、レバー入れながらでしょ？ HQ。こちらの HQ。こちらパトロール。うんうん。敵を見失った。これより警戒態勢。ノーなし。小江戸さん、こんばんは。来てくれてありがとう。でんでん。大丈夫そう？これで。こっち来なさそう？死体の、あ、待って、これいけんじゃない？なんか、ここ。ほら。あ、チュンチュン。チュンチュンって言うんだっけ？ネズミはチュンでいいんだっけ？あんた、でも食べれんじゃない？あんた。あ、逃げられた。はい。いるね。いるね、あいつら。なるほどね。これは、あ、やばいやばいやばい。いないいないいない。いないいないいない。いないって誰も。いないいないいない。何言ってんの、あいつ。勘違いだって、あんたの。はい。センキュー。チューチュー。そう、チュンチュンじゃない。チューチューですね。けいちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。敵の至近距離で丸ボタン長押し拘束。なるほどね。 CQC は連打じゃなくて長押し。なるほどね。これいますか、誰か。いる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 。びっくりした今。え、なんか落ちてきた今。あれ、どこ行った、悪い人。なんかいたように見えたけどね。いたいたいた。いたので。はぁ、何？いるじゃん、やっぱり、あんた、ここに。なんなの、こいつ。はい。バレてる、バレてる。絶対バレてる、これは。うわ、やってるわ、これ。すごい、いっぱいいるもん。いや、やばい。ちょっと待って待って、みんなちょっと待ってね。ごめんごめん、ちょっとすぐ片付けるから。敵もさ、ナイフに持ち帰るのは結構いいね。なんかそれっぽいね。はい、これで死んだ。そんな撃ってくる必要ある？それ大体なんとかなった。まだいる？いるね。ソコロフどこにいんのよ。北東って言ってたっけ。もう行きましょう、もう。あ、ローリングできるじゃん、ちゃんと。ここでしょ、多分。じゃあ、開けて、ほら。何が？ここ、隠れとこ、ちょっと。ね。事なきを得た、これで。3の兵士は床下に手榴弾投げてくる。へぇ、なるほどね。説明書はですね、PS のボタンを押したら出てくるよ。PS ボタン長押して出てきますね。敵の数元に戻るの？へえ、なるほどね。深夜の、スニーキングミッション部。トーマさんこんばんは。トーモーさん
冬毛さん、小次郎さんこんばんは、来てくれてありがとう。氷川さん、チャンネル登録ありがとう。だからコメント受けてください。ソコロフだな。ショコロフ、貴様ボルギンの手先。あ、違います、全然。あれは渡さんぞ。違う、俺は CIA のエージェントだ。 CIA なんだ、諸葛が。エスコートしに来た。嬉しいね。そうです。2年前あんたを亡命させたゼロ少佐の部下だ。ゼロ、覚えてる、ゼロ少佐。あんた彼から伝言がある。なんだ。遅れてすまないだそうだ。だそうだ。そうか。どういう意味なんだ。笑ってる。彼は約束を守る男だということさ。よかったね、あんた逃げれますよ。また早くここから連れ出してくれ。そうね、奴らが来る前に。ミャオーって言う、ミャオーって。グルーのボルギン大佐だ。西側ではサンダーボルトと呼ばれている。ダサダサ言える、あんた飲み会でさ。何者だ。私最近サンダーボルトって呼ばれてんだよねっつって。ダサすぎでしょそれは。軍の武闘派だよ。武闘派。2年前のキューバ危機以来、フルシチョフは西側との平和共存路線を進めてきた。まあ、だって戦争してもいいことないですからね、やっぱり。だから弱腰と非難されつつも、フルシチョフは反対勢力を何とか抑え込んできた。ナイス。農業政策の失敗で立場。農業政策失敗するとちょっと立場がないですね。やっぱ植えるとみんなね嫌になっちゃうからね。暗殺か。これこの動画使うのってどうやって許可取ったんでしょうね。あ、小島さんこんばんは、来てくれてありがとう。出たボルギンちゃん。湖水銀のさ、2文字目と3文字が水っていうところにちょっとなんかうんってなるよね。うんうん。うんうん。やつはここと同じような秘密兵器設計局 OKB81 に通称グラーニン設計局を抱え後ろ盾にしている。なるほど。だがそれには、あ、バイなんだ。へえ。あれですね、 LGBTQ に配慮されてますね。権力出しの切り札にしようと企んでいるらしい。うんうん。この頃からもうしっかり配慮してる、そういうところに。やつらがこの演習中に行動を起こすという情報が入ってきていたんだ。なるほど。外にいた兵士たちが。あ、ジングさんこんばんは、来てくれてありがとう。その通りだ。何悠長に喋ってんの。あんなに早く逃げないと。奴らの任務はボルギン大佐が私を奪うのを阻止することだ。うんうんうん。身内同士で争ってるじゃん、すでに。万一の場合は私を殺してでもということらしい。あんたよくそのオペラグラスみたいなやつハマって、もなんていうんだっけ、モノレンズ？なんだっけ、モノアイ？必ずやってくるはず。うん。その前に私を連れ出してくれ。行こう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 。わかった。耳に留めてんだこれ。へえ。ところで、あんた完璧なロシア語だな。まあ、CIA ですから私。どこで覚えた？俺の師匠から。これロシア語だったんだ。そうか。モノクル、そうモノクル。フンさん、高尾さん、こんばんは、来てくれてありがとう。金が変わったか。いや、ここに未練はない。行こう。行きましょう行きましょう。Such a classic game, yes. Maybe about 20 years ago. This game is so old. 少佐、こちらスネーク。ソコロフを無事救出。救出しました。大丈夫だ。殺される前に早くフルトン回収しないと。こんなおじいちゃんフルトン回収したらもう骨がもう砕けちゃうんじゃないの。殺した、仕方がなかった。ごめんね。だが我々の痕跡は残していない。じゃあ大丈夫。ザボスはバレない、バレない。ザボスとの通信、全員殺したらバレないからね。何があった。電波状況が悪いだけだろう。うん、とにかく脱出を急いでくれ。え、ここってパキスタンなの。ここはあれじゃないの。ここはロシアでしょ。そんなダンって言ったらバレるんじゃない、音で。ダンってやったら。
全クリこれ、あ、もう終わりですか。みんな今日はもう全クリかもしんない。アークさんこんばんは、来てくれてありがとう。みんなもう邪魔邪魔邪魔だって、すんな邪魔邪魔邪魔、顔出すのやめてやんだ。何してんのソコルフは。ソコルフはそれって何してんの、スペシウム光線でも出んのそれ。カメハメハ、今度はカメハメハでも出るわけ。前の人にぴったりくっついていきなさいって小学校で習わなかったあんた、遠足の時とかに。なんかいたよみんな、みゃおー。ソコルフ神拳はいいですね。ここのシーンほんとなんか何回も見たわ。出た出た、頑張れしてるじゃん、頑張れしてる。と思ったら、やっと会えましたね。出たブリブリザエモン。この頃はだから声優がね違うんですよね。伝説のボス、伝説のボス、いや私違いますけども、私まだそういうのじゃないです。貴様スペツナズの山猫部隊、ブルーの兵士がなぜ、まいこちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。この銃何、このちっちゃい銃だと。山崎匠さん、へえ、ベレー帽ね。ベレー帽って儀礼的なもので戦場に着ていくもんじゃないんじゃないのそれ。オセロットの大将ふ、間違いないでほしい。俺はオセロット少佐だ。いやいいですね。本当だ、山崎匠さんだ。ソコロフは渡さん、さっさと立ち去れ。サンダーボルトあれじゃない、ボルギンさんだからこっちじゃないんじゃない。なんだと、山猫ってなんて言うんだろう。あ、伏せろ、すぐ仲間撃つじゃんみんな。こんな、なんか何してんのこのあいこいつらは。早く撃ちなよ君たち。何ぼーっと見てるからそんなことなんのよ。かわいそう。シャカ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 パーン、ふわーってなって、こんなさ、なんか冗談を自由自在に操るやつやばいよこれ。ほぼエスパーよ。あ、これマカロフっていうの、なんか最後が負で終わるやつ多いですよねロシアってね。少佐撃ったら軍法会議、確かに。でもそうしないと殺されてんだけど、こっちは罪のないみんなが殺されていってんだけど。グルーのためとはいえ、同志を撃つのは気持ちがいいもの。なんかさ、今の社会情勢見てからこれ見たらちょっと考え方変わりますね、なんかね、ロシアに対してね。まあ確かに今ね、オセロとか撃つとは思わなかったよねみんな。お前ボスじゃない、なんでわかんのあんた。確かに所属違いの少佐なんか撃ったらとんでもないことになるよね。にゃーんにゃーんにゃーん、来た来た、いっぱい来た、いっぱい来た、しょうもないのが。グルーの舞台、なんだその構え。え？その銃は。何笑うてんねん。ボスでなけ。これね、マカロ、え？マカロフ？これが。はい。これかっこいいよね、ここね。ほんと何回見たかわかんないもん、実況で。なんで？なんでこっちが優勢になったのにさ、ソコロフはあっち行っちゃったの？はい。
これね、モーションアクターの人に撮ってもらったんでしょうね。超かっこいいよね。みんな後ろで痛がってる人いる。後ろの人痛がってるよ。あの人無力化できてないよ、多分。早くどっか撃たないとさ、どっかしら。そんな投げられただけでは多分すぐ襲いかかってきますよ。え、何？あ、そうかそうか、これ麻酔銃だったわ。そう、麻酔銃だわこれ。弱かっこよかっこよ。ああ、邪魔っちゃった。マカロフはヤクザによる銃撃事件で有名になった。へえ。初段を手動で廃棄をして。 SGP さん、こんばんは、来てくれてありがとう。考え方はおかしくない。だが聞きかじっただけの行為を実践で試すもんじゃない。どういうこと、初段を手動でって。邪魔など起こすんだ。そもそもお前はオートマティックに向いていない。リコイルの衝撃を。そんな人いるの？本当になんかリボルバー向きの人っているんですか？かというとリボルバー向きだ。クソ。クソ。アメリカ人め。はい。バーン。この頃は未熟ですね、オセロットちゃんは。痛そう。でも下が土だからよかったよね。だが早打ちは見事だ。見事だった。いいセンスだ。いいセンスだ。いいセンス。何やってんのこの二人。一体私たちは一体何を見せられてんのこれ。いいセンスだ。日曜土曜ん土曜ロードショー、土曜ロードショーとかでさ、もしこのシーン流れるとしたらさ、もうバルス並みにみんな書くよね。いいセンスだって。いいセンスだ。トム少佐、聞こえるか？聞こえる、スネーク。大丈夫か？大丈夫か？ややこしくなってきた。ややこしいね。こいつらもそこを狙っていた。例のグルー。そうか、ボロギン大佐で、その下に、ソ連内部の勢力争いのようだ。オセロと少佐がいるんだ。KGB とグルー、フルシチョフ派とボロギンの勢力。うん。KGB に守られながらグルーに狙われている。スネーク。どうやらそこはキューバよりもキューバよりもホットですね、ここは。嫌な予感がする。 MG3 のテーマがセンス。へえ、感覚みたいな意味ですかね。すぐに追いつく。頼むぞ。オートマは発射の反動で自弾装填するけど、ふんふん。あ、勤労、なるほどね。さて、あいつはマカロフは違う、ソコロフは。ソコロフ行くよ、早く。あれ？ショットガンゲットだぜ。ソコロフどこ行った？何してんのあいつ。ソコロフ？ソコロフは？あれ？どこ行ったのあいつ。全く覚えてない。しかもね、この先は特に覚えてないね。ちょっと待って、ソコロフは？あ、おまおまちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。オセロット殺しとし、ダメだよ、殺したら私の崇拝者なんのに。タン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 。ソコロフちゃんどこ行っちゃったの？先に逃げた。じゃあ私も普通に行っていいんですかね、これは。戻ると進む。なんかそれ哲学的だね。戻ると進む。リアル脱出ゲームみたい。行くよ、みんな。これ、この施設、こっちしか開いてないんだ。鉄の網があるから。ん？鉄網？金網？金網があるから。タイムパラドックスだ。そうそうそう。ポンカーさんこんばんは。来てくれてありがとう。おせとんろ。どういうこと？どういうこと？はい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 。何してないた？やつら山猫部隊だ。知ってますよ。そうだ。グルーの中でもエリート中のエリート。
奴らが追ってきている。え、マカロフってそんないい銃なんですか？落ち着いてよと、ドジーちゃん。が助ける。うん。に心強い助っ人もバックアップしてる。バックアップしてんのよ。見ろ。何？出た。シャゴホットじゃない、あれ。シャゴホット。シャゴホットっていう名前考えてた人、天才だと思う、私。あんたが作らされていた。あんなの1964年にあったらやばいよ、あれ。IRBM を射出する格闘最先車。地獄の兵器じゃん。からでも核ミサイルが撃てるのか。ああ、しかも、友軍の。あ、どれぐらいでかいの、あれ。単独作戦。シャゴホットって名前めちゃめちゃかっこよくない？ロシアっぽくないしね。でもそんな単独で走ってたら撃ち落とされんじゃないの？なんだっけ、なんかミサイルとかなんかに。まだフェーズ1が終了しただけだ。フェーズ2をクリアしなければ完成とは言え。何フェーズ2って？あの兵器の本質だ。何本質って言ってごらん、ちょっとあんた。あれが完成し、大佐の手に入れば、この冷戦は終わる。冷戦は？どういうこと言ってみな、ちょっとちゃんと。始まるだろう、本当の恐怖の時代が。世界大戦か。私は協力せざるを得なかった。いやー、これね、悩むでしょうね、こういうの自分で作っちゃったらね。アメリカにいる妻と娘にもう一度会いたかった。なんか会おうって。私はアメリカに。いや、分かったわけで、行こうって。だから早く、まだ間に合う。いや、奥さん会いたいよね、それはね。私がいなければ。行こう行こう、早く行こう。覚醒しない。ミャオスティンム、グッドモーニングミャオスティンム。小型拳銃としては優秀。迎撃されない。なるほどですね。ミサイルみたいにね、自分で走ってるわけじゃないんだもんね。そのなんて言うんだっけ、質量感性に従って動いてるから誘導されにくいみたいな。え、皆さんもやりました？なんかメタルギア3クリアしたことある、ない、みんなどっち？ちょっと書いて書いて。ちょっとメタルギアをクリアしましたか、してませんか？皆様やりましたか？昔HD エディションほんと綺麗だからいいよ、みんな。あ、エソさん、こんばんは。来てくれてありがとう。ある。ある。来た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 。来たわ。来た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 。ボス。あんた連絡取れなくなってたんだよ、ボス。ノーアラートクリア？ね、私と互角ぐらいですね、それは。私と互角ぐらいのうまさですね、メタルギア。あ、結構やってるね、みんな。Now we're gonna go beating pretty bad. 2もやってない。やりな。ソコロフ。ちょろ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 して。1から4まで。お兄ちゃん、5もめちゃめちゃ面白いよ。ジャック。なぜここに？ 3 はめちゃくちゃやった。いや、3が一番好きな人結構いるもんね。みんな、1から5までで一番好きなの何じゃ？あ、ピースウォーカーとかでもいいけどさ。ブーン、これ誰だっけ、なんて人だっけ、このブンブンの人。ブンブン丸。うざすぎてやばい。絶対行きたくない、そんなとこ。絶対にこんなとこ行きたくない。やってんな、こいつ。あ、マサさん、こんばんは。来てくれてありがとう。エクストリームでビッグボス取るまでやった。へぇ。もう取られたんだけど。3、あ、ザ・ペインか。3、4、3、3、1、4。やっぱ3が一番多いですかね。4。ココロちゃんおやすみ。お疲れ様。この人たち蜂のこと気にしてなさすぎるでしょ。蜂なんか私一匹見ただけでもわーってなるけど。3、1。ああ、おい、え、2班いないの？私2が一番好きなんだけどな。またあなたと共に戦える。あら、出た。これソロじゃない？あ、なんだっけ、エンド、ジエンドか。これジエンド。揃ってしまった。これ井上きっこさんって全然信じられないね。ただしサバイブを除く。確かにピースウォーカーやり込んだ。なるほど。なんか、何何何、なんかステルス迷彩使ってる感じの人がいるよ。
ステルス迷彩味あるよ、そいつ。I see. My first Metal Gear game was Peace Walker. Oh, really? I see. 人殺しスイッチが印象深い。うんうん。2は先日の配信で見ましたが、プレイは覚えてない。なるほどね。出た、ボルギンだ。シロさんこんばんは。来てくれてありがとう。なんでなんだビリ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 してんの？ハンターハンターのキルアじゃん。ハンターハンターのキルアミがあるね、あんた。まあ、優秀な人材ってさ、どこ行っても求められるんですね。ボルギン大佐。優秀な人材はみんなウェルカムね。我が部隊。かっこよすぎる言葉じゃない。なんて言うんだっけ、声が、声質が。私はソ連に亡命する。ソコロフは亡命の手土産だ。やってんね。無反動核弾と。うん、そんなホイ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 核撃たれたらたまんないよ、こっちは。私の手土産はこいつ。何それ。その男は、そいつも弟子の一人。連れて行くのか。いや、こいつはまだ幼い、うん、我らコブラ部隊には純粋すぎる。まだ甘っちょろいからね、スネークは。まだ戦場で特別な感情を抱いてはいない。どういうことなんだ。どういうことなの。撃てるのか。まあ、麻酔銃だから撃ちやすいよね。すごい、すごすぎる。なんもない。返されたし、川に捨てるんじゃなくて返された。おもちゃ扱いじゃん、もう。ああ、おられた。強すぎ。そいつは私の顔を見た。見たね。生かしてはおけない。うわわ、出た。キルア、キルアが、なんだっけ。ラム、ムル、あれ、キルアのさ、電気の技ってなんて言うんだっけ、あれ。一か土じゃなくて、ムル、ムル土みたいな感じのやつ。え、覚えてる人いる？キルアのあの、電気の技の名前なんて言うんだっけ。待て、私の教え子だ。私がやる。すっごい見てる。イライさんこんばんは。あ、カンマルか。か、そんな名前だっけ。カンマルだっけ。井筒氏、そう。井筒氏よ、井筒氏。ラオウじゃない、ラオウじゃない。井筒氏、ナルカミだっけ。仕事中止になってよかったね、イライさん。ゆっくりしな、おうちで。あ、タイちゃん、ショート動画見てくれてありがとう。ガハー。ナルカミとカンマル、それか。10万ボルトはピカチュウなんだよね。バイバーイ。バイバイじゃない、私だわそれ。よく見たらソ連産ピカチュウ。なるほどね。でもこんなのボルギンから川に落ちるってことは生きてるってことだからね。拒絶された。川に落ちるっていうのはさ、アニメとか漫画では生きてるよって証拠だからね。 So he's going to betray you? ん？いいのか。さあ、ソコロフの設計局を襲いに行くわよ。はーい。ソ連のピカチュウ。シャゴホットはいただきだ。ノリノリじゃん。そんな武力手に入れてどうすんの、この人。めちゃめちゃ速いね、流れ。この川異常なぐらい流れ速いね。やばすぎ。その高さから川に落ちたら骨バッキバキに折れて死ぬ。そうなんだ。でもアニメとか漫画では川に落ちたら大体生きてるよ。ピリリピリリ。でも腕折れてますからね、こっちは。これ耳からイヤホン外れないのもすごいですよね。レベル100のピカチュウ、なるほどね。ピカチュウがレベル100になったらね、ソコロフじゃないわ。なんだっけ、あいつボルギンになるんだ。
やだよね。なんかピカチュウがさ、ライチュウか、なんかライチュウがさ、レベルアップ100になったらさ、なんかドゥッ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 って言ってさ、B ボタン押さなかったらボルギになるみたいな、もう最悪じゃんそれ。スネーク、外れってなるね、それは。ああ、なんとか。スネーク、よく聞け。うん。応急手当てが必要だ。動けるか。はい。うわぁ、応急手当てをするんだ。頑張れ。頑張る頑張る、私頑張る。よし、いいぞ。治療を始める。パラメディック。パラメディック。スネーク、いい。落ち着いて処置する。おめでとう。ピカチュウがボルキン大佐に進化した。地獄じゃん。しっかりしなさい。ゴリチュウ。もっとひどい兵士を見たことがある。ピカチュウを返して。ピカチュウを返して。ザボスが。うん。ザボスが亡命した。そのことは後だ。はい。あ、優しいね。調査意外と優しいじゃん、それは。まずスタートボタンでサバイバルビュアーを開くのよ。はいはい、ね、キュアね。そこでキュアを選べば治療が行えるわ、うん、はい。治療は装備品ウィンドウボタンを使う薬物治療と、やったなこれ、外科治療に分かれるの。やったわ、確かにこんなの。なんかあなたが受けている重症は左肘と脇腹の骨折に、うん、左上腕、右肘、右上腕および腹部の切創よ。無理じゃん、もう生きて帰るの。外科治療で処置を行って、まず治療カーソルを左スティック。サザンカさん、サザンカさんこんばんは、来てくれてありがとう。武器ウィンドウボタンを押しながら、うんうん、左スティックで治療アイテムを選んでやってみよう、とりあえず。はい、それでそのアイテムを使った治療が行えるわ、うんうん、骨折に必要な処置は固定具を使った患部の固定と包帯の2つ、うんうん、はい。切創に対する処置は消毒薬による傷口の消毒、縫合セットによる縫合、止血剤を使った止血、包帯の4つよ。 OK。 必要な処置をすべて行えばその重症は完治するわ。するわけないじゃん、骨折してんのよこっちは。わかった。しのちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。しっかりしなさい。さあサバイバルビュアに入って。時計が止まってる。重症を治療するのよ。 OK。 よいしょ、はい、治った。寝たまんまでキュアを押して、ほらもうむちゃくちゃじゃんこれ。切創はどうするんだっけ。切創はですね、こっちか。ん、違う違う違う。切創、切創、切創、これですか、包帯。ん、ユーズと丸ボタンで使用する。違う、プップー。あ、ポンってなった。ここは包帯マーク。プップー。消毒してない。消毒しよう、消毒、消毒薬。プップーってなって、全然覚えてないこれ。だって包帯マーク、消毒してない、消毒する、包帯巻く、ここは消毒する、包帯を巻く、これは消毒してない、消毒をします。これで終わりってこと。これでいいの、治った。もうバワさんこんばんは、来てくれてありがとう。全然まだだわ、全然治ってないわ多分。切創は包帯じゃなく消毒して、縫合セット。なるほどね、縫合すんのね。縫合セット、縫合セット、はい。切り傷は縫合、縫合は OK、 はい、これで OK。 なった。木は 60%、80%、 あと何これ、縫ってない 80% なんだけど、出血してるって言われてるけど、うん、やけど、全然違うわこれ。止血、止血だわ、止血、そうそうそう、止血、止血、止血、骨折れてるのは関係なくて止血。これは包帯巻いてない、バンデージ、包帯、はーい、 OK。 皆さん完治しました、ありがとうございます。クロワッサン、ホコスカさん、マオちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。あ、
そのなんか口に加えるやつかっこいいよね。なんかね、映画とかでもよくありますけど。絶対嫌だそんなの、私絶対やりたくないそれ。メイやったぜ。私もうお医者さんになれますね。今学んだスキルをもとに私ちょっと看護婦やりますわ。看護師か、看護師やりますわ。もう明日から。感知しました。気絶しちゃうよこんなの。絶対感知してないじゃん。無限バンダナだってならないのそれ。あ、なるほどね。はい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 。ヤブ看護師。ヤブじゃないよ。直したもん、スネーク。死の外科医。やばい。するするする。オッケー。帰ろう帰ろう。もうこの辺りからもうみじんも覚えてないわ。サージオンシミュレーター。そうだわ。サージオンシミュレーター懐かしいですね。やったことないけど。はぁ？やばい、ま、囲まれてんだけど。大阪ちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、シャグホット動かしてる。Image, if you have to take a bullet out of the wood yourself. Mm-hmm. 骨折を自分で直すの、この人とガンダム X の主人公。ほえー。うわー、かわいい。ヤドカリ味がある。ヤドカリ味が強い。ザボス前髪それちゃんと止めとかないと邪魔じゃない？ああ、これ気絶すんじゃない？もう。しっかりミサイルとかも積んでるもんね、これ。ヘリ5機で牽引できるのすごい。確かにね、あれ何トンぐらいあるんでしょうね、シャガホットって。あ、スバルちゃん！スバルちゃんこんばんは。今日も来てくれてありがとう。スバルちゃん今日はメタルギア3だよ。なんでみんなドア開けてんの？閉めなよ、ドア。おとなしくここに乗ってるのやばいね、こいつが。笑ってる。あ、それ撃つんだよね、確か。もう撃ちたくてたまらない顔してうずうずしてるじゃん。うずうずしてる。これでいい。何がいいの？大成功。さすがはザボスとコブラ部隊。うん。シャゴホットもソコロフももらった。確かに結論としてはもう完璧だもんね。この女の人誰だっけ？この女はどうします？誰誰これ？ロシアっぽいけど。今気づいたの？ソコロフの女らしいです。あ、ソコロフの奥さんもしかして？え、なんでここにいんの？うん、奥さんアメリカじゃないの？こいつのこの行動が全ての元凶。ふんふん。ソコロフめちゃめちゃ綺麗な奥さんもらってるじゃん。私がいただく。Who is Suisan's favorite character in MG series? Solid Snake. Solid Snake is my favorite. やっぱ私にとってスネークといえばやっぱりソリッドスネークですね。あら？キスオブデス。キスオブデスじゃん。利用できそうだ。どうすんのそれ。何に使うのそれは。今日もいい。ゼロさんこんばんは。来てくれてありがとう。行け、ピカチュウ、破壊光線。これ破壊光線だったんだ、怖いね。そうだな。デイビークロケットは三脚です。へえ、なるほどね。みんなクワ。持ってるよ、片手で。この手土産を使わせてもらおう。今、だって、マジでみたいな顔したもんね。マジでって顔してる。どうしてです？私が撃つのではない。誰が撃つの？これは亡命したアメリカ人、あの女が。え、本当に撃つんですかみたいな顔したもん。核を使うんですか？どうしに核を、あ。アラモを忘れるな。何アラモって？大佐！大佐、ちょっと。
行かれてるわ、もうダメこの人。行かれてます。ダメです、この人はもう。ああ、やっちゃった。アブソルトさん、Thank you for coming。これでヘリもただじゃ置かないよね。バフドピカチュウ。みんなソコロフじゃないわ。ボルギンをピカチュウに従ってる。うわー、怖い。そりゃそうなるよ、そんなの。半径何キロぐらいがやばいんだっけ。でもこれはあれですよね、広島とか長崎のやつと違って戦術核とかでしょ多分。うん、これは怖いね、恐ろしいわ。大佐こんばんは。今ね、今大佐が撃ってたよ。今ちょうど大佐がね、で核爆弾撃ったとこ。何してんの大佐、やめな核爆弾落とすの。普通に核発射はもう完全にいかれてますね。アラモトリデって何があったの。ソレンピカチュウ、ソレピカがだいぶやってますね。これはベルリンウォール、カーブ、何読めない。ファイティングインベトナム、マンオンザムーン。オープニングがかっこよすぎる、これ。で、電磁パルスとかでね、なんかヘリ落ちそうだよね。That is a small atomic bomb. Imagine being firing rocket launcher. Oh my gosh, it's a worst case, worst case.かっこよすぎるこのムービー。これヘビなんだよね、ヘビってことだよね。これは半径 200? なるほどね。おしゃれすぎる、おしゃん、おしゃんね。このオープニングムービーはよくこんなゲーム作ったね本当に。ポケモンって怖い、確かにポケモン怖いわ。Calling Bolvin Pikachu is gonna be this stream's running gag. Yeah. ここまでオープニングですね。チュートリアルですね。これは。和田アキ子さんが歌うバージョンあるのこれ。え、聞いてみたい、それは。これで今のバーチャスミッションが終わって、ここからは、あれですよね。なんだっけ。スネークイーター作戦に移行する。この曲はかっこいいね。和田アキ子さんが、いや、和田アキ子さんをキャスティングしたのがもう英断ですね。きょんさんこんばんは。間に合ったね、オープニング。こっからです、皆様。ストーリーはこっから始まります。わざわざこの曲探した。あ、じゃあ新規じゃないんだ、これ。ピカチュウは核攻撃覚えたの?ピカチュウレベル上がって核攻撃覚えたらやばいね。これからはあまり殺害しない方が楽。あ、じゃあ私、得意ってことじゃん。私、人を殺さないプレイすごい得意ですよ、私は。ジェームス・ボンド、イントロクラシック。んふん?ヒデオ・コジマ、プレディクテッド・ザ・ライズ・オブ・プライベート・ミリタリー・コントラクター。うんうん。電気ポケモン。だってまあ、帯電してましたもんね、しっかり。しっかり体に帯電してたもん。力もありそうだしね、あの子ね。スネークイーター、タマコンちゃん。あとは、ファーリド。スネークイーターって言ってたね、今ね。アラマトリでは圧倒的な少数でも最後まで戦った独立軍に基づいて。へえ、なるほどね。サトシは核攻撃するポケモンを肩に乗せて冒険していた。恐ろしすぎる。スネークイーター。北極海上空。これは何この飛行機は。戦闘機じゃないよね。輸送機?ドローン。ペイロードへの酸素供給は正常。肩に乗せてるうちに被爆しそう。いちかちゃん、これはね、もともとは PS2 なんだけど、
あれです。PS3 の HD リマスターバージョンですね。マーチャスミッションの時のように上空へは近づけない。はいはいはい。これ何年後の話だっけ？これって。スネーク、これはアラン・シェパード並みの栄誉だぞ。何が？これが最後のチャンスだ。最後？誰に言ってんのこの人。はぁ、あ、私がなんで殺されそうになるわけ。これコンコルドなの。最新の ICU に入院した感想は。セビロの連中に面会時間を教えてやってくれ。いいセリフですね。それは質問では治る傷も治らん。治るもんも治らん。上層部の事情聴取だな。尋問だ。奴らによる、うん、俺はザ・ボスの亡命を助けた売国奴らしい。やってないし。には処分する対象が必要なんだ。やってません私。誓って殺しはやってません。汚いヒーローにはなり損ねたということだ。確かにね。俺たちの、そう、ナンクルさん PS3 ね、1台あってそうはないよ。PS アーカイブスもできますしね。そう、我々フォックスの汚名を返上するためだ。なんだって。フォックスさんも汚名になっちゃったんだね。まだ我々が生き残るチャンスはある。何のチャンスが。落ち着け落ち着け。ハマキでもどうだ。ハバナだ。このくだりかっこいいんだよね。ハバナだって。日本で言ったらさ、タバコでもどうだって言った後、なんかこうね、俺たちの処刑時期が決まった。何、どこって言ったらいいの。静岡だとかいうことでしょ。青森だみたいな。昨日ホワイトハウスにある人物から連絡が入った。ジョンソン大統領閣下。まあ、私誓って殺しはやってませんって言いましたけども、銃乱射してましたけどね。フルシチョフからジョンソン大統領へのホットラインだ。ソ連の最高権力者から。ホットラインやば。数日前に、我が国の主力設計局 OKB754 が核兵器で消滅しました。これあれじゃん、あの爆弾魔の、爆弾魔の声じゃん。なんだっけあの人の名前。国の軍用機らしい機影を確認。はかりばさん、チャンネル登録ありがとう。よかったらコメントも打っていってください。そちらへの報復体制を整え、我が軍には現在第二戦備体制が発令され。おやってんね、やる気かこいつ。そちらの返答やってやろうか。直ちに第一戦備体制へ移行。銃どころかナイフだった。確かに。出さなければなりません。ハルマゲドンやりますか。私はあなたの前任者とともに、あのキューバ危機を乗り切った。しかし私の権限も以前ほど強大ではなくなってきています。絶対嘘じゃん。この危機を乗り越えるにはあなたの真摯な態度が必要です。何が言いたいのこいつ。こちらから連絡すべきでした。申し訳ございません。1週間前、我が軍の兵士がそちらへ亡命したのはご存知ですか。いや、ご存知。ご存知ないのですか。手引きしたのはグルーの大佐、エブゲニー・ボリソビッチ・ボルギン。ボルギン。ボルギンよ、ボルギン。ブレジネフ派の。そうよ、ブレジネフ派のよ。続けてください、その兵士とは。第二次大戦か。え、大統領同士って本当にこんな会談してるんですかね。組織、我々に勝利をもたらした伝説の軍人、ザ・ボス。あなたの国では、ボエボーダと。ボエボーダ。なんかロシア語はなんかなんかしっくりこないんだよね。あのボス、特殊部隊の。出たわね。そうです。そうです。核砲弾を2発。2発。あのザボス。じゃあもう1発あるじゃん。小型核砲弾を。いかんながら、そちらへの亡命の手土産だったのでしょう。原始戦闘グループ。あ、魔人ブームこの人なんだ。なるほどね。2年前に完成していました。ただ、射程、ホットラインはこんななんだ。精度などに問題が見つかり、量産はしたものの、実戦配備はしていません。でもないよりはあった方が良くない？だが、ソコロフ設計局が。そうね、なんか設計局がどうこうより土地の線の方がやばいよね。その件には哀悼の意を表します。で、ザ・ボスがボルギン大佐の手引きで、開発中の核弾頭を2発、手土産にして我が国へ亡命した。亡命しちゃった。そして時を同じくして、お菓子になっちゃう。もうそれにしか聞こえなくなっちゃったんだけど。ソコロフ設計局がその核で破壊された。というのですな。そうです。
そうなんです。アメリカ政府は一切関与していないと。してません私。そうです、我々は一切関与しています。放射性物質の管理が難しい。確かにそうだわ。明らかに領空侵犯です。ごめんって。あなたの命令ではないと。でもあんたたちもすごい頻度で領空侵犯してるからさ。でも一兵士の亡命、あんたもやってるじゃん普段から領空侵犯。そう言うしかありません。軍部はあなたたちの偽装亡命だと。あら、何度でも申し上げますが我が国は無関係です。無関係です。私、私もそれを信じたい。信じたいけど、しかしキューバ危機以来、私の軍部への権限も弱まってきている。これがアメリカ政府によるものではないという。メンゴメンゴいいね、メンゴメンゴ。一週間猶予があります。短いよそれ。あなたたちの手でそのザ・ボスを捕らえ、なんで私がやるの。小型核砲弾を回収してください。どうか身の潔白を証明。ロシア領内の話なんだからあんた自分でやりなさいよ。そうです、痛みを伴う。ザ・ボス捕まえたからといって私たちがあの案件やってないことにはならないでしょ別に。そちらの偽装亡命ではないという証拠を見せていただきたい。捕まえてどうすんのそれで。ザ・ボスはボルギン大佐の近くにいるはずです。そちらの協力は。期待しないでほしい。はあ、政局が不安定。手伝いなさいよあんたの領域内。なんて言うんだっけ。現政権転覆を狙うブレジネフ派、あんたの後に収まろうとしてんだよね。一週間のうちに願わくばボルギン大佐の排除。は？ついでに？ついでになんかとんでもないミッション乗っけてくるじゃんこいつ。意味などない。私とあなたこの関係を保つ上でのささやかな密約です。そんなんかしれっと暗殺依頼しないでよ。証明されなければ私も軍部を抑えられない。は？私は解任され、彼らは往復に出る。あんた大統領でしょ。我が国を。無理難題やんね。無理難題言うなし。あくまであなた方アメリカ独断で行ってください。いやいやいや、これ出しますよこの電話。私全部配信載ってますからねこの会話。世界大戦が始まります。つまり全面核戦争を回避するには例の核爆発にアメリカが関与していないことを証明しなければならない。アメリカの手でザ・ボスを抹殺することが潔白の証明になる。いや、なりませんよそんなの別に。トカゲの尻尾切ってるだけじゃんそんなの。お前にしかできない。なんだよ。オイラ方はそう判断した。お前が彼女。オイラ方脳なしですね。しくじればお互い葬られる。選択肢はない。ソ連側の協力は。協力は？君と我々の。これすごい。KGB が管理している通信衛星を一つ。チキチキチキってなってる。高いんでしょうねこの機械。それだけか。それと内通者を用意するそうだ。内通者。1960年9月の亡命事件覚えてるか。 NSA の暗号解読員2人が。どんどんスパイが行くじゃん向こうに。そうだ、彼らはその後こういう時のために KGB で訓練を積んでいたらしい。あ、報道ね。なんで今ひっくり返ったの。あ、切り離すからってこと。そのうちのアダムがボルギン大佐の元へ潜入しているそうだ。脱出経路も切り離した。そんなスッと動く？うわすごい。あ、わらび町さんこんばんは。来てくれてありがとう。遅れたんだから高評価を押してくださいね。話の内容は60年前。そうだよね。なんだっけ、72年だっけこれって。国籍不明の飛行物体を発見。やばい、バレるバレるバレそう。もうバレそう。バーガスとニコッツさんこんばんは。来てくれてありがとう。マッハ3やばいね。ミグ21、いや60年か。60年だって。フィッシュヘッドって何。ニコイチさん、他の人もね、みんなあれなのよ。3好きな人すごい多いのよ。かなめちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。よかったら皆さんコメントいっぱい打っていてください。高評価もよろしくお願いします。ライカー SR-71 ブラックバル。ふんふん。来た。こうで減速して。
減速してからの嘘でしょやばやばすぎでしょこの折り方死ぬってこんなの人間兵器じゃんこの戦闘機は使われてるへえそうなんだ人間の不法投棄なるほどねマッハ3は今は戦闘機でも開発されてないへえそうなんだタタタタタタタあいやサザンカさんこれあれよ前回のミッションから2年後とかだからさもう治ってるよ多分完璧に人間弾丸間違いないねこちらスネーク聞こえるかみんな本編始まるよまずは着地に成功あれです深夜のかなり流されたがスネークなんだっけステルスミッション部なんて書いてあったっけスニーキングミッション部救出またソコロフ深夜のそしてスニーキングミッション部やりましょう抹殺抹殺本作戦はスネークイーター作戦と名付けるなんで戦闘機の速度落ちちゃったの最近は相手にするからかさらにグルーのボルギン対1週間はあれよ1週間の猶予を出ますってことでしょ分かっているあれしかしソ連政府の要請はそういうことだ合ってるよね要請違ったっけ要求じゃないのか現政権を脅かす大佐一派を暗殺リスの皆さんこんばんは来てくれてありがとう米ソは核を使わずに済むそれが現政権を支持するということだ確かにあと私これ1時間10分で終わりそうですかねあ違う4時間で終わるって言ったからあと2時間10分で終わりそうですかこのゲームコードネームを変える速度よりストレスが大事確かにねどうしてそうゲルマさん4はねほぼムービーだもんねあれは記憶違いだったんだ記憶違い去年流行った大脱走という映画を見たか見ましたよスティーブ・マックイーンのやつじゃないの捕虜収容所から脱走する実話を元にした私本当に見たよそれ捕虜たちは逃げるために結構昔ねこれバーチャスミッションから1週間しか経ってないのこれ嘘でしょ捕虜たちは残る最後のトンネルを使って脱走に成功するんだそのトンネルの名前はそれぞれディック、うん、昔の名作をね見漁ってた時期があるんですよ私その中で見ましたよあんたは演技を担いで脱走に使用されたトンネル名をコードネームにバージャスミッション部分は全体のにはこれはあれでしょうねオペレーションステークイーターでしょこれってバージャスミッションってさっきのやつのことじゃああと8割あと8割残ってるってことガチで1週間しか経ってないはいそれはそれは気持ちのいい話じゃないな難しの戦闘機は間に追いつくのが必要だったけど、うん、今はミサイルでいいなるほどね分かったゼロ少佐うん、一から仕切り直しということだ仕切り直しますかここで一旦ゼロからのリトライだよ、うん、私の周波数は 140.85 だ、うん、それからスネークパラメディックにも作戦に参加してもらっているやっぱりですか彼女にとっても最後のチャンスか失敗すれば医師免許は剥奪される似たような、まあ、死ななきゃ勝ちですよね死ななきゃね周波数はバーチャスミッションの時と同じ 145.73 だオッケー任務の記録も同じく彼女に行ってもらう周波数は 140.96 こちらも前回と同じだはいそれともう一人サポートあシギント出た出た出たシギントだシギント忘れてたシギントの存在をミスターシギントだみんなシギントだよシギント潜入して最新兵器はケイジさん大好きです彼に無線しろ、うん、周波数は 148.41 だはいわかったミスターシギントこれは is not an option mission オプションミッション KGB の協力者、うん、アダムが待っている先週ソコロフが捕らえられていた廃工場だなそうだ、うんうん、あまずまたそこに行くんだなるほどね彼がソコロフ救出の手はずを整えてくれているはいそのアダムの父母は元 NSA って言ってたっけ廃工場まで行けばわかるここはあの核爆発の汚染地域に隣接している確かにね他に誰も近づかチェルノブイリ的な合言葉は愛国者はラリルレロラリルレロはい了解だ今回は装備に45大阪ちゃんこれはね違いますねただし銃声には気をつけろよこの人がオリジナルなんだよねこの人のクローンがワンのスネークです君がアメリカ政府の工作員として任務を全うしなくてはならないこの人今のこのスネークはこれビッグボスって言うんだけどビッグボスが伝説の英雄っていう風に祭り上げられるミッションがこれですね今やってるやつみんなラリルレロめっちゃ好きじゃん君が失敗すればそれは全面核戦争の始まりを意味する。はい。くれぐれも慎重に。じゃあ2、3人送れないよ、1人だけじゃなくて。それでは、スネークイーター作戦を開始する。始まった。
そう、ラリルレローでもみんな打ってくれたらね、 YouTube 君喜ぶからね。タタ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 。これビッグボスなのよ、これソリッドスネークじゃなくてビッグボスなんだよね。オリジナルスネークがワンツん、そう、これがオリジナルでワンツーはクローンですね。はい、あんなの普通に飛び降りたら骨折しちゃうね、これこの高さ。え、上にヘビいるじゃん。新庄監督ってビッグボスっていうの？そうなんだ。 Back in the day, I remember following this mission a lot. Oh, really? 動体センサー、装備してみるわ、じゃあ。ん？そう、あれだよ。アウターヘブンやらかしたのこの人だよ。あ、そう、ネイキッドスネークだ。そうそうそう。緑錦蛇です。詳しいじゃん。自称ビッグボス。ちゃんとね、あの、アブミだっけ？クラもついてるもんね。この、あ、もういるじゃん。ボス。ボス。みんな、同説140行きました。ありがとうございます、今見てくださってる方。私、あなたのこと殺せって言われてんだけど。あら。この服なんかちょっとどこかあれだよね。あれっぽい。なんか、1960年っぽい。すぐ壊す、この人、武器。帰れ。帰れ。この人すぐにね、銃ばらす。銃をばらす癖があるね。ダイナマックサビアル、いやー。我が息子たちとグルーが待ち構えている。優しいね、その前に止めに来てくれたんだ。任務が遂行できるはずはない。いや、武器は今あんたが壊したのよ。ボス、ボス。そう、なんかね、昔の宇宙服っぽいのよね、これね。すごい。もはやお前のボスは私ではない。確かに敵よ、あんたは。お前のボスはここにはいない。癖になってんだ。銃を分解するの。確かに。何それ。バーチャスを示す必要もない。うん。いいか。ここはアメリカではない。何何何？何そのあんた。あ、あれか、さっきのやつね。さっき私が乗ってきたやつね。もうスネークもうすぐバレるじゃん。これだとなんかもうハンドガンだと思ってるじゃん、これのこと。これでここも騒がしくなる。今のうちだ。確かに。ボス優しいね。ソ連産スニーキングスーツ、へぇ。そう、これ1960年代だからね。はい。60マイルってことは80キロぐらいですか？ 90 キロぐらい。なぜ亡命を。なんでなんでボス。亡命ではない。何？自分に忠を尽くす。自分に忠を尽くす。お前はどうだ。あ、12時になりました。あと2時間で終わりますか、これ。それとも私に忠を尽くすか。国か、恩師か、任務か、思想か。確かに。このままスネークが亡命するという選択肢も別になくはないもんね。だって、あ、ユチゾさんこんばんは。来てくれてありがとう。だが、いずれは選択を迫られる。うんうん。お前は私を許せないだろう。確かに。2時間は無理。え、それみんなが諦めてるからじゃない？諦めなければよくない？知りすぎているから。この先ムービーだけで4時間ある。そのバンダナがいい証拠だ。過去を引きずると死ぬことになる。すぐ負けるスネーク。うわ、折れたわ。また折れたて。すぐ折るもん、この人。癖になってんだ。人の骨折るの、みたいになってるじゃん。タピオカビさん、こんばんは。来てくれてありがとう。スイさんならいける。
え、最後最後もうエンディングロールまでよ。エンディングロールまで。もうおられた。まあ3もね、無理ゲーだよね。こちらスネーク、ゼロ少佐。ああ、私だ。うん。ザボスが待ち伏せしていた。なんだと？なんだと？ドローンが破壊されて炎上した。まずいな。敵の偵察部隊が駆けつけた。これドローンって言うんだ。なんか私たちが思ってるドローンとちょっと違うよね。情報が漏れているとしか思えない。誰私の情報漏らしたの？ザボスと組んでいるボルギン大佐は、うん、フルシチョフとは敵対関係にある。銃をなくした。ザボスに銃を。スネーク。うん。私も未だに。もう完全に痕跡残っちゃったもんね。ザボスの伝説の英雄がソ連に敵側に寝返るとは。どうしてそんなことになっちゃうの。バイアシャックさんこんばんは。現実を受け止めなければザボスには勝てない。いやそうじゃない。スネーク、can you hear me snake? 意図的に俺はザボスには勝てない。それは分かってる。スネーク、うんうん、やるしかないんだ。やるしかない。やるかやられるかだからね。敵だ。敵。10年も一緒にいた。3もめっちゃ長い。いや4は確かにね長すぎた。アダムの待つ廃工場に急ぐんだ。ドローンの爆発で偵察隊が送り出されて、ボスの亡命が原因で他の CIA の人間が後追い亡命防止のために軟禁状態。そうなんだ。人間にはな骨は200本あんねんみたいなアンミカ的な話。タタタタタタタ。うわわわわ、来てる来てる来てる、ね、来てるわ。いない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 、いませんいません。HQ、HQ。なんでもないです。こちら HQ。こちらパトロール。敵が侵入した。違う違う違う、いないです、いないです、いないです。侵入してないです。警官体制にも入らなくていいです。OK、今ならいけるね。これ、難しいね、動くの。この状態で。かがんで動くっていうのはないのかな、別に。はあ、なんで見つかったの今。すぐ撃つじゃんこいつら。呼ばなくて、呼ばなくていいって。もそんなの余計なことしなくていいって。来る？いる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 。またなんなのこいつら。もう本当にしつこいんだよね。無視無視無視。こんなの視聴者にサラコナーがいる。やば。ここでこれで耐えるんじゃない？80% だし。ね？しゃがみ状態で移動できるのは4。なるほどね。あ、いるね。来てるね。あ、ジラさん、こんばんは。今日も来てくれてありがとう。迷彩率が低い。え、ありますかね、じゃあ。ちょっと迷彩変えてみます？カムフラージュ。ほんとだ、上がるわ。ブラックで、リーフの方が、ん？ブラックが、あ、そうか、夜だからだ。もうブラックでいく、ブラックで。足音は聞こえるんだよね。目の前にいるわ。帰って帰って、早く。降りた降りた降りた。ほんとしつこいわ、あなたたち。侵入者を見失った。これより警戒態勢に入る。入らなくていいって、警戒態勢なんて。いないいないいない。どこ行った？行った。やってるな、こいつ。あ、銃ない。やばい、みんな銃ないんだけど。銃、ボスに壊されたか。ないないない。95%もうほぼほぼ大丈夫よ。見間違いだ。そうです、そうなんです。いいセンスかも、いいセンスかもって。かわいいね。このままじゃあ行って、なんもない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 。見間違いだ。え、あいつ全然やばいじゃん。すぐ見抜いてくるじゃん、こっちを。さっき丸って言ってたよね。後ろから近づいて丸ね。歩いて丸、丸ね。はい、丸。
ね。オッケー、ナイス。やばい、来た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 。やばいやばい、見つかってる。なんでその見つかってんのこれ。話が違うじゃん。しれっと銃使ってなくて倒したのに。オッケー、はい、こうね、こうね、オッケーオッケーオッケー。やってるわあいつ。待って、ローリングでさ、あ、だだだだだ、待って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 、ちょ、いった待ってて、ちょっと待って待って、ここで戻ってローリングで、は？え、女の子にナイフ使う、あ、痛い痛い痛い、女の子にナイフ使うなって言われたことないあんた。ちょっと待って、ま、すぐ落ちるこのスネーク。スネーク三半規管、あ、向こう行った、あ、痛い痛い痛い、ちょっと待って、なんでそんな落ちんの。よいしょ、よいしょ、行ったか、何してんのこいつ、なんでそんなホイホイ落ちんのあんた。このスネークだと三半規管が弱いですね。え？よいしょ、行こう行こう、もう。え？あ、私戻ってきちゃったこれ。はい、行きましょう。じゃあ段ボールで走ると落ちない、ほえー、これでどうやって取るんだっけ。ポコピーン、マッシュルーム、ポコピーン、事なきを得ましたねこれで。みんなこれでも安心ですよ。アイテムでどうやって奪うの。スイさん絶対笑わかしに来て、来てないでしょ私ね。いや、やったことあるはずなんだけどさ、1ミリも覚えてないの本当に。これ1回しか多分やったことなくて、全然覚えてない中身。私これ真剣ですよ、言っときますけど、私多分ね、配信じゃなくてもね、全く同じプレイのやり方してると思う。あ、こうか、これね。あれ、ソコロフの電波ですか、あれは。うん、ソナーつけてるよ、今。ソコロフ？ソコロフは？いないんだけど、ソコロフ。どこ？あれ？あ、ズザンヌさん、こんばんは。来てくれてありがとう。VTuber の川崎ついと申します。よろしくお願いします。ズザンヌさんは今日はどうやって私の配信見つけてくださったんですか？上げ下げする。丸ボタンで。なるほどね。記憶を失ってこの名作もう一度できるのは素晴らしい。確かに、それは言えてるわ。真っ黒いペイントいいね。え？これなんだっけ？確かあの子でしょ？そうそう、仲間だよね。聞かれる。こんなのエンジン。あ、アダムだ、アダム。お前がアダムか？男だと思ってた。アダムは来られなくなった。は？怪しすぎる。合言葉を言え。愛国者は。愛国者は。あ、敵ですね、こいつ。答えろ。ああ、もう敵だわ、完全に。はめられた。はめれ、もうすぐはめてくる、こいつら。すぐ私のことはめようとしてくる。うまいじゃん。うまいじゃん。この子可愛かった覚える。みんなほんともう、顔しか見てないじゃん。これが、え？そんなとこから入れる銃あるんですか？マガジンがなかったね。いや、どうせエンジン切るならとっとと切りなさいよ、あんた。え、この子あれじゃん。ソコロフの、え、違うわ。
誰だっけこの子。一元さんこんばんは、来てくれてありがとう。 M さんこんばんは。これぬるゲーですね。あの私は、なんでそんなはだけたの今。よろしく。すごい見てる、スネークすごい見てるわこれ今。そうエヴァだエヴァ。ほほーって言ってる。いいセンスだ。あ、おすすめからスザンヌさんありがとう。もうやりたい放題ねこいつら。あのバイクはエンジンかけて乗るわ、もう葉巻は吸うわ、でもむちゃくちゃじゃん。あなたのコードネームは。俺はラピスラズリさんこんばんは、来てくれてありがとう。スネーク、ヘビ。あ、草田さんこんばんは、来てくれてありがとう。誘惑してみる。スザンヌさんはあれなんですか、 MGS が好きなんですか。アダムはどうした。早く答えてアダムの話を。ボルギン大佐は用心深いわ。うん、アダムは適任でないと判断されたの。君なら適任なのか。ええ、どうして。ホルスターがめちゃめちゃ大きい。できるから。 NSA の暗号解読員だったと聞いたが。そう聞きましたね、確かに。4年前にアダムと一緒にソ連へ亡命したの。うんうん、ブルームハンドル。ブルームハンドル。オゼルミリタリーとはな。火力があるからバイク乗りには重宝するの。銃を横に構えてマズルジャンプで水平に投げ打つあの打ち方。うん、見事だった。そんな打ち方あるの。西にはないやり方でしょ。銃口を向けるのやめなさい。あんたコピー品なら。ええ、中国の17型拳銃。中国製なんだそれ。ここじゃこれでも高級品なのよ。あ、せいよコミちゃん。大丈夫。Let's meet again in next stream. アメリカ製を用意しておいたわ。え、これ何？45か。これマカロフ？これが。これなんていう銃ですか？これは。これは。これは。気に入った。鏡のように磨き上げたフィーディングランプ。何フィーディングランプって。スライドだ。スライド上のやつでしょ？さらに船元の噛み合わせをタイトにして。精度を上げてある。サイトシステムもオリジナル、うん、サムセーフティも指をかけやすく延長してある。トリガーも滑り止めグルーブのついたロングタイプだ。リングハンマーに。リングハンマーって何。付け根を削り込んだトリガーガード。それだけじゃない、うん、ほぼ全てのパーツが入念に吟味されカスタム化。重要だ。ミリオタじゃんスネーク。ミリオタだったわ。これほどのものをどこで手に入れた。西側兵器の保管庫から持ってきたの。誰がこれ作ったの。将校のもの。なるほどね。他にもあるわよ。これガバメント。なるほどね。ほらもうトリガーの音聞いて興奮してるもん。これはあなたが持ち込んだものでしょ。あとこれも。この仕様のモデル感が出た。へえ。科学者に変装するための服よ。変装。そうだ思い出した。変装してなんか侵入するやつあったよね。え、引き続きシャゴホットを作らされてる。あいつまだシャゴホット作ってんの。研究所よ。最新兵器を研究するために科学者たちが集められているの。うんうん、警備は厳重よ。だけど科学者に変装すれば潜り込める。トリガーに引っかかりがないか見てる。へえ。連れ出せる。それはあなた次第ね。研究所へのルートを教えてくれ。一番安全なのは。あ、南雲さんこんばんは、来てくれてありがとう。3は名作ですね。まずはここからジャングルを北に向かって物資搬送用のヘリポートに出るわ。もうだってめずっと銃見てるもんこの人。大きなクレバスがあるの。そこを降りれば洞窟に入る。なんか削ってない今。洞窟を抜ければマングローブの林へ出るわ。そのままマングローブ。なんか削ってないあんた。倉庫があるの。えなちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。研究所のすぐ南に出るわ。聞いてる話。さっきから何をしてるの。近接戦闘ではハンドガンよりもナイフが有利な場合もある、うん、こうしておけばナイフを握ったままハンドガンを確実に構えることができる。発砲とナイフファイトを瞬時に切り替えることができるんだ。でよし北に向かおう。行きますかついに。なんだ。あ、ナイフを構えるために削ってんだ。大丈夫だ。
え？その体では無理だわ。もう疲れてるじゃん。スネーク。スネークもう疲れてるじゃん、すでに。それに夜明けまでまだ1時間あるわ。夜明け前に出た方が良くない？ガイドなしに行くのは危険よ。あ、パチェさんおやすみ、またね。私は戻らないと長くは開けられないわ。感づかれるもの。バイクできたしね、この人。大丈夫。無線機で情報を送るわ。それだけか。私の任務はあくまでもあなたへの情報提供、うん、NSA って情報を取り扱うところですもんね。不満みたいね。じゃあ少しサービスしてあげる。何を？夜明けまで見張っててあげるわ。さ、横になって。センキュー、センキュー。やっぱ横になって寝れるとね、体力回復が違いますからね。信用できる。アリスさんこんばんは。来てくれてありがとう。今日は3です。どこまで知れば信用できる。クロッコー、Thank you for coming. Good evening. いや、もう誰も信用できない。確かにね。だってボスがね、ボスが裏切ったんだもんね。なってますよ、アラーム。出たら。1週間前にあの高さから落ちてボロボロになった上、ほとんど寝かせてもらえず尋問されてから馬に手を踏まれた。地獄だったわ。眠った方がいいわ。全部聞いてるこいつ。本当ならまだ ICU にいる身よ。なんだその人送り込んだの、ここに。違う人行かせなさいよ。中断すれば眠ったことになるわ、うん、はい。スタミナは自然回復する。あ、セーブしたら回復するんだ。睡眠時間によって自然治癒するの。あ、タレアさんおやすみ。今日もありがとうね。眠るのが一番よ。はい、確かにね。疲れてるときはとりあえず寝ないとね。眠りなさい。うん、いいわね。はい、かしこまりました。1時間、なんかめちゃめちゃ疲れてるときにさ、1時間だけ寝るのってすっごい回復するもんね。なんか10時間とか8時間とか寝るのもそうだけど、なんかめちゃめちゃ疲れてるときのね、1時間睡眠とかはね、すっごい効くよね。横にならないじゃん、スネーク。めちゃくちゃ気持ちいいやつ。そうそうそうなのよ。プラットフォームはこれ PS3 の実機で、HD エディションですね。メタルギアソリッド HD エディションで、この間2が終わって、今3になったところですね。あ、ディーサさん、今からご飯ですか？何食べるの、今日は。ぐっすりじゃん。めちゃめちゃぐっすり寝てる。ガン見してるもん、スネーク。ちょっともう来てんだけど。敵が囲まれた。敵は4人確認できる。山猫部隊じゃんこれ。いや、私はね、初期型じゃないです。薄型ですね。薄型 PS3。 まずい、山猫部隊。ずっと見てるわ、オッペを。急いで。 OPP をもう一生見てる。装備を忘れないで。はい、さあ手伝って。何すんのそれ。引きずらない方が良くないそれ。あ、そんなとこにそれがあるの。へえ。カメラワークがすごいあれですね、映画っぽい。出た、いいセンスの人。しおさんこんばんは、来てくれてありがとう。また連絡する。わかった。俺は奴らを引きつける。チンジャオロース今から作るのすごいね。今日はクリア耐久じゃないです。死なないでね。はい、速攻で入らないと蜂の巣。え、私上から行くの？私も下から出てもよくない？私も今のとこから出してくれたらよくない？え、どうすんのこれ。そうそうそう、入って入って入って。赤外線ゴーグル取った。
これでバレないでしょ、さすがに。さすがにこれでバレないでしょ。というか映らないんだけどのセンサーに。待って、このソナーダメなのこれ。あ、やってるわこれ。最初の強制戦闘。何を撃ってんのこいつら。絶対開けるよねこんなの、このロッカー。は？バレてないでしょまだ。そうだよね。当たってません。いないです。誰も。バイバーイ。一応撃ったんだ今。すごいね。センサーは手動で動かすの？そうなんだ。ん？いるね、まだ、まだいるね。ムーブ、ムーブ。ここにはいない。節穴。そうよ。これ逃げたらいいんだよね。はい。これそんなんどうやって動かすのこれ。L3 ボタンで。こうか。あ、こういうことね。へぇ。え、何？気づかれんのこれ撃ったら、もしかして。あ、ゴーミちゃん嬉しい、ありがとう。 Thank you。 何もないよ。だからこれ聞こえるの？向こうに何のために撃ったんだ。確かにね、私がソナー撃つたびになんか、うんって言われるんだけど。ここにはいない？いけそうですね、これ。すごいムーブしてるじゃん。来てる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 。内面音出してんだあれ。あ、服変えた方がいい。確かにこれ服変えた方がいいわ。ノーペイントからの、へえ、これがいいのね。ここは下からもいけんの？そうなんだ。でもなんかかったるいねこれ。ガッていくもう。ちんたらちんたらやってたらもう終わんないのこれ、朝まで。はい。はあ、誰？そう、撃つのやめて。待って待って、逃げる逃げる逃げる逃げます。私もうダッシュで行ったらよくない？だってほらね。いやー、間違えたこれ。え、これ強制戦闘ってこと？あ、やってる。まあいいや。これはあ、やってんなこいつら。はいはい、これなんだっけ、これ普通に銃だよねこれって。はい、うわ、待って待って、やるね。あ、違う違う、これこうだ、これでいいんだ、これでいいわ。はいはいはい。あ、いた、待って。あ、うわ、いや、仲間ごと、仲間ごとやったあいつ。はい、はあ、やってるなこいつら。服が目立ってる。さっきって書いてたのに。これ実弾なのね、これ。なるほどね。これどうやって開くのこれ。あれ？どこからだ？どこからじゃない。はい。逃げよう逃げよう、みんな。バイバーイ。実際にはステルスして一人ずつ倒す。なるほどね。嘘、なんでバレたの今。さっ
さすがにバレないでしょ、ここは。あ、位置か、位置取り変えますか、ちょっと。一回見られたところから顔出すなってね、エーペックスで言われた。不利な当たり方するからって。ここは？え？どこ？どこから？いる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 ！いるわ。え、仲間死んだことない今、あんたたち。いたいたいた。あ、なに？はい。はーい。死んだこいつ。はい。すごい撃たないと死なないじゃん、こいつら。ここ見て。出待ちで。あれ？どこからだ？あ、いないね。これガッ、いた！え、弾ない弾ない、待ってみんな弾ないわこれ。やば、思ったより弾がなかった。はい、嘘嘘嘘。やばい、弾ないときどうしたらいいのこれ。パシャンと。近づいて、近づいてもうこうね。おう。あと6発？ない、なくないこれ。びっくりです。やばい、ちょっと待って。これはね、だいぶ倒した、だいぶ倒した。これでちょっと回復させてもらいましょう。いい？だいぶね、いけてきたよ。これは。あれ、ご飯は？ご飯ない。食べ物は何もない。なるほどですね。玉切れしたら CQC で。なるほどね。え、めちゃめちゃいるじゃん、それ敵。ちょっと休憩しますね。一発パンチを当てた後、おしっぱ。なるほどね。MGS5 やってても3割れたい。3はいいよ。ちょっと待ってらんないね、これ。あとどこ？こいつからあれでしょ？四角って言ってたっけ？あれ？あ、違う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 ！投げちゃった！三角だっけ？あいつらを。持ち上げるのって。三角って言ってたっけ？いる？いないね。MK2 バレットフル、嘘でしょ？ MK2 バレットはどこにあるの？下いよ。キャプボはね、IO ですね、私は。あんまり実は気に入ってなかったりするんだけど。四角かな？あれ？これどうすんの？あ、弾が残ってる。なるほどね。出た！何これ？今何取ったの私は。早く出していろいろ。来た！レーション、レーション、レーション。レーションどこ行った今。レーションは？レーションどこ？待って、レーションなくない？違う、レーションはあれだわ。このが、こっちで食べるんだ。絆創膏を取った。なるほどね。もうでもいけるね、これご利用して。いた！うわ、なんで私が、なんで私がやられるの？やるのはこっちなんだよね。ほら、見てみ、バカタレが。余裕ですね。そう、レーションはそうだわ。2と違うんだ、これ。もう？どこ？どこ？どこどこどこ？どこよ？どこ？どこから？
なんかある、なんかある。あります、ここに。来た来た、弾取った弾取った。敵の位置わかんないね。敵がどこですか、上ですか、もしかして。なんか回復した、音がした。気絶でもカウント減らせる。なるほどね。降りちゃう、降りちゃう。これいけないのかな、こっちには。ここ登れないのか。敵が見つからないんだけど。屋根、さっきの部屋の上、上？なるほどね。部屋の上、銃が撃ってくる方向を見ましょう、みんなで。いた、あそこだわ。いたいたいた、あいつだわ。あれ悪いやつだ、あいつやってるな、あいつ。でどっからだったらアプローチできますか。いたいたいた、待って待って待って、避けた、ナイス。高低差の概念が強化されてる。へえ、なるほどね。パッパパーン。ムービーモード入ります。会いたかった。あ、はしごで登れるんだ、そこ。貴様に、え、何捕まってんのあんた。それあん時ジャムったやつでしょ、どうせ。その構え、うん、その構えだ。はい、動くな。今の殺されててもおかしくないよね、もう。しれっとスパイか。ちゃんときっちり顎ひも締めてる。つけやがって。いや、香水 NG な人、この人。そこで止まれ、もう柔道はごめんだ。確かにね。シングルアクションアーミーか。ああ、もうアクシデントは起こらない。うん、あれがアクシデントだと。あれは貴様の虚栄心が生んだ。サプレッサーがなくなってる。なるほどね。確かにいい銃だ。うん、だがそのエングレーブは何のタクティカルアドバンテージもない。このタクティカルアドバンテージっていう言葉がかっこいいよね。めっちゃ怒ってる。お前はもう一つ根本的な誤解をしている。うん、お前に俺は殺せない。さっきまでスネーク弱気だったのに、オセロット前にしたら超強気になるんだよね。なんで、なんで撃てないのこれ。強っ。今の銃ってなんで撃てなかったの。それは無理でしょ、それは無理でしょ。100歩譲って下には降りれるとしてさ、バイクに直接またがるのは無理でしょ。それは無理、それは、これは無理だよ。これはさすがに無理。できることとできないことがあるよ。玉切れ？なるほどね。うちの相談数は6発。うん。マカロフは8発。うんうん。いたたたたってなってる。体で覚えることだ。俺のリロードはレボリューションだ。高貴な銃だ。うん。人を撃つもんじゃない。じゃあ何を撃つの、その銃は。くるくるは回すんだ。一応くるくるは回すんだ。今一回逆に入れた、もしかして。また会おう。また会おうって、私にここで殺される想像はしないんですか。どうして。奴はまだ若い。若くても別に後悔するわよ。ねえ、しょうがないですけどね、それは。あ、鑑賞用なんだこれ。あ、リボルバーって分かんないんだ、ザンダンス。はぁ、無理だって、それは。それは無理だって。そんな飛べないし、サスペンション壊れちゃうよ、それ。オ
オセロット君も未熟だし、スネークも未熟ですね、まだね。タタ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 。あ、空薬莢がシリンダーに残るから後ろから見てもわかんない。なるほどね。この時山猫20歳。20歳で少佐ってやばいぐらいすごくない？それ。行こう行こう行こう。これ別にバレてないでしょ私。はい、別にこれ大丈夫、全然大丈夫。いるね、これ。いますね、これ。へっしょでさ、死んだ？なんだ？どこからだ？なんだ？どこに行った？え？どこからだ？あ、じゃ死んだ。無敵じゃん、あいつ。敵がいる。え？カチカチなんだけど。カチカチなんだけど、あの人。え、だってまた落ちた、これ。どっち？これ本当にすぐ落ちる。敵か。まだ近くにいるはずだ。はい。誰だ？弾がないわ。誰だ？バイオハザード並みにね、弾がない、これは。弾ちょうだい、弾。ここの崖下に10あんの。へえ、そうなんだ。迷彩服がマイナス。めちゃめちゃ悪目立ちしてる、これ。こうして、50。これですね。今田さん、こんばんは。来てくれてありがとう。森本さん、こんばんは。来てくれてありがとう。敵の通信機器壊せんの。へえ、なるほどね。すぐ弾なくなる。でも死ねないんだもん、あいつら。夜が明けてるから、そうね。クロちゃんもダメってことね。そんなにあれなんだ。頻繁に服装変えるんだ、このゲームは。どこですか？情報がすごすぎ。確かにね。戻ってますよ。こっちでいいんだよね。こっちで。ワイのとここれ。あ、いるわ。15% しかない。これはでも、視界外だといけちゃうから。あー、この飛行機のところか。え、これ今進んでるでしょ、私。だってこっちしかなくない？このマップ。行くとこあんの？他に。え？もう0時から40分かかった。またまた。こっちしかなくない？行くとこだって。バレちゃう。真逆？嘘でしょ？じゃあこっち行こっか。いるわ、また。いるね。敵の数やばくない？すごい多い。だってこっちって一本道じゃなかった？さっきバイクで扉をぶっ壊した。あ、そういうこと？それがあの金網かと思ったら違うのか。まだ寝てるわ。お疲れだったんですね、この人。どうやらね。エヴァがバイクでこじ開けた。なるほどね。こう言って、廃墟から来た。あ、デンナさん、こんばんは。来てくれてありがとう。
一旦じゃあ廃墟行って、一旦廃墟に行ってから、北、北ね、北、北、そんなとこありましたっけ。こっちじゃない、多分こっちで、あ、こっちだわ、あったあったわ、ありましたね、確かに。この先でしょ、確か。ほら、これだわ。リスナー軍団が心強すぎる。バグジュース。バグジュースってもしかして虫ジュースって意味？だとしたら地獄だよ、それは。虫ジュースはね、さすがに地獄。どこですか？絶対ワニいるじゃん。これ泳げるのかな？え、これどこ行くの？行ってみていい？一回。カエルいる。動き遅そう。またこれマップ見た方がいいかも。虫除けスプレー。へえ、なるほどね。これ、地形図面白。あ、コモセさんこんばんは。来てくれてありがとう。イヤホン買ったの？いいやつ買ったの？なんか。立ち泳ぎだ。昼に気をつける。なるほどね。なんかあれだっけ？タバコで取るんだっけ？昼って。昼とか絶対嫌だ。もう一生会いたくない。なんか吸うんでしょ？あいつらは。水中でワニに襲われたら死ぬ。怖すぎなんだけど。水中でワニはじゃあどうやって対応するんですか？来た。え？やばい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 、ちょっとやばいやばいやばい、言ってたらいた。あれがワニね。怖っ。あね、足がすごい遅くなるのよ、これ。二人目、痛い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 。何、やめてやめてやめて。や、何、やめて、そういうの。そういうのやめて。痛い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 。なんでそっちにさ、口の方に引き寄せるのやめて。引き寄せの法則じゃん、それ。これ登れますか？グル君さんこんばんは。来てくれてありがとう。登らして登らして登らして登れない登れないこれ。登れないわ。登れない、登りたいのに。これは登ってほしいよね。水中移動時に地味な効果音がしたらヒルがついている。地獄じゃん。え、これどうすんのこれ。いちかちゃん、いらっしゃい。やり直しはしてません。これ無理じゃん、こんなのもう。ワニだらけじゃん、ここ。囲まれてんだけど、すでに。逃げる、逃げる、逃げる、逃げろ、逃げろ。逃げる、逃げる。君ならできる。この、あ、あったあったあった。来た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 。もうね、もう大丈夫、みんな。もう銃持ったからもう大丈夫よ。撃てるじゃん、これ銃しかも。この状態で。なんとか、麻酔銃はもうないですね、今は。トラップっぽい、これ。あ、ナイフで倒せるの？ワニ？聞こえる。相当強いね、それは。タカボンちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。とてもブランクがあるとは思えん。ねえ。君はボルギンのそばにいるのか？そばもそば。ザボスは？ええ。彼女も近くにいる。ええ。ありがとう。ザボスとは気が合うの。同じ気が合うの？すごいね。まあ、女性同士ですしね。どうして亡命を？俺には考えられない。国を売るなんて。井上さん、こんばんは。来てくれてありがとう。なぜだ。君はアメリカで生まれ育ったんだろう。うん。そうよ。小さな田舎町でね。他の国や異なる文化や考え方が存在するなんて思いもしなかった。そんなことはないでしょ。働くまでは、ね、いろんな国にいろんな人がいるし、何を思ったっていいんですよ、別に。これまで当たり前だと思っていたことが、信じられなくなった。どういうこと？何を見た？こんばんは。何を知れば亡命を考える、信じないわ。教えてくれ。宇宙を見たの。宇宙？宇宙猫？宇宙猫的な？宇宙ではないわ。傍聴会での宇宙。何傍聴会って？そう、
私は地上の。あ、リオンちゃん初めましてなんですか。いらっしゃい。それだけ。人も国も環境で変わる。うん。時代で変わる。そうね。ザボスも似たようなことを言っていた。それはそう。この国とアメリカでは何もかもが違う。うんうん。でもそれは。まあ正義の反対はね、また別の正義ですからね。あ、ニコイチさん、ぜひぜひお酒飲んでいって。今まで伝えられてきたお酒飲みながらの配信はいいぞ。残りの半分は利用するために作られた嘘。リと、え、音でとって読むんですか。え、珍しいね。あ、音のとを取ってるのか。なるほどね。0223はどこ行ったんですか。嘘でも本当のように振る舞うように訓練されている。うん、それはあなたも同じでしょ。いや、俺たちは嘘であっても信じなければならない。まあそうね。それが任務であれば。この地味にさ、後ろのスネークのこのグラフィックかっこいいですよね。何かあれば無線連絡して。周波数は 142.52 よ。はい。じゃあね。いや、これ、これよ、これ。絶対危ないやつじゃん、これ。触ったらろくなことないやつ。ボルシャヤパスト。あ、ジラちゃんありがとう。おやすみ。またね。ん？なんかいた？なんか、あ、雨降ってるエフェクトなだけですかね。ん？違うわ。これはですね、絶対こうだわ。これはですね、多分これじゃない？そうだよね。何？あ、ここだ。そしてこれ行って、で、あそこもある。だけワンワンの声が聞こえ、なんかワンワンの声聞こえない？ワンワンの声。はぁ、あ、やってるなこれ。ないですないです、侵入してないです。あるわ、爆弾が。これこっちにも来るんですかね。あ、マグロちゃん、サンキューさん、こんばんは。来てくれてありがとう。これはね、ネイキッドスネークが主人公ですね。どうせワンワンこれ私のこと見つけるんだろうな、きっと。これ多分だけどさ、取れるよね。そうだよね。取っとこう。犬は殺せばいい。あれなのよ、音が出るやつしかないんだよね。サイレンサーがないので、この距離でのワンワン気づいてないのやばいね、逆に。あ、うなってるうなってる。サーマル？サーマルがいいのか。そっかそっか。ないわ。そんなね、都合のいいものはない。バッテリーを消費する。なるほどね。空腹の音。あ、なるほどね。そっかそっか、食べよう、フード。カロリーメイドだ。もっと食わせろ。今私イヤホンでやってるんだけどさ、モニターイヤホンで。すごいね、すごいいい音が鳴ってる。ちょっとマップ見して。サーマルないみたいね。これこっち行けないのかな。行き止まりな気もするけど、もう目を凝らしたらこれ見えますね。はあ？いや私当たってないし、今のちゃんと間行ったじゃんね。これはもうやって、やった後、これ敵来ないしね。そしてあるわ、ここもいるね。そしてあそこ、バックパックの項目から装備品を選択する。うん、関節さん、こんばんは。来てくれてありがとう。うん、あ、ここにあるってこと？え、なくない？違うのか、こっちからってこと？
え？あ、うん？あ、これで装備するんだ。ロシアンレーション？なんでロシアンのレーションが？あ、さっき取ったからか。はいはいはい。MK22。あ、MK22 だ。これでいいじゃん。ヒルついてる？嘘じゃん。ついてないでしょ。がっつりついてるわ。がっつりついてる。こうで。熱傷、包帯巻いてない、軟膏塗ってない。包帯、軟膏は軟膏。これじゃない。軟膏。で？熱傷を負っている。熱傷は包帯。あと何？軟膏は塗ってない。軟膏ね。軟膏も変える。はーい。ヒルは、こうね。完璧よ。サーマルを取った世界線は映っている。なるほどね。これじゃん多分。これいくんじゃん。これここから渡っていくんじゃない多分。光だけでバッテリーが回復する。そんな都合いいことないでしょ。はい。ワンワンを。ワンワンを。これ麻酔銃で。ワンワン寝た。こっち行っても大丈夫そうね。何で、なんで、ないです、ないです。動いてません。そうです、見間違いなんです。あなたは聡明ですね。なかなかね、完全に見間違いですねそれは。あ、いた。こうでこっちね。え、行くとこなくないこれ。あ、開いてる、開いてるわ。開いてるけど、え、これ行って大丈夫なやつ。いけない。あ、ナイス。トラップがある。あれはもう。これはもうこうでしょ。寝て。どうした？2発撃っちゃった。やばい、起こした。寝る。いけるかな。あんななんかもうデコルテぐらい撃たれてさ、無理でしょ起きてんの。はい、ナイス。え、あ、来てる来てる来てる。なになに、ナイス。やばい、なんか鳴った。ガラ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 が鳴った。ないです、侵入した形跡は。しなくて、しなくて、余計なお世話、それは。本当に余計なお世話。あ、セボイさん、こんばんは。ユージさんもこんばんは。ユージさん、お仕事なんですか、今。ゲルマさん、おやすみ。お疲れ様。ワニとか死んだ動物は腐る。ほえー。いるわ。向こう行ったね。帰ってきた？待って、起こさないで、起こさないでって。はーい、ナイス。これで多分いけるかな。俺リュウさん、こんばんは。来てくれてありがとう。トラップの鳴る子。あー、なんか、いいね。この時代感に鳴る子ってのが合ってますね。異常は発見できず、ガラガラガラ、みたいな。いるなぁ。麻酔銃の弾山ほど欲しいね。
死ぬほど麻酔銃の弾が欲しい。寝た敵からアイテムをもらう。そっかそっか。で、寝てもらう。あれ？あいつ寝ないじゃん。撃ったのに私。あいつ寝ないじゃん、全然。寝て、早く。あれ、マシンガン的な？やばいやばいやばい。ちょっと待ってね。俺こうしてさ、すぐわらわら集まってきた。わらわら集まってきたわ。いるね、たくさん。ここからさ、もう不可視の攻撃加えたい。こっから。どうした？どうした？はい。起こさないでいいって。これ永久のマッチポンプ続くね、これは。はい。これでみんな同時に寝るんじゃない？みんな。真ん中のやつ起きたわ。どうした？はい。どうしたどうした言い合ってるもん、みんな。起こさないでいいって。どうした？すごいいるもん。あ、だからあれだよね。頭、へっしょすればいいんだよね。へっしょ。起こさないでいいんだよね、それ。はい。HQ。こちら HQ。HQ は？こちらパトロール。異常は発見できない。異常はないです。了解。起動せよ。OK？来た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 。寝た寝た寝た。全員寝ました。皆さん無事に。無事全員寝ました。ありがとうございます。なんか歩いてる音聞こえる気がする。よいしょ。これが通信兵かな？はい。頭蓋骨貫通する麻酔銃はもうやばすぎですね、それは。はい。こういうことだよね。ナイス。これ麻酔銃の弾も入ってるんですかね。いきますか。え、待って。みんなこれ何？これ、これ何これ？これ絶対あれでしょ？なんか。回収要素でしょ？これ。え、違うの？あ、弾はあったわ。敵が無能すぎる。尋問か。どうやってやるんだっけ。あ、弾ある、弾ある。オッケー。ケロタン。ケロタンですは分かったよ。ケロタンですはいいんだけどさ、なんかクロちゃんみたいに言うじゃん。ケロタンをどうすんのよ、それ。ここですか？なんか私の今のミッションって何なんだっけ？開く？ここ。あ、カロリーメイトあった。やったぜ。あったあったあった。撃つと2周目で得点がもらえる。へぇ、全部撃ったらってことね。いた。いたわ。はーい。またもらう。あー、なんかあるなんかある。グレネード。ここにも何かある。あ、あの姉ちゃん来てくれてありがとう。嬉しい。元気してる？あのね、今日は。ん？どうやって上がるの？ここ。はい。あのね、今日はメタルギアだよ、メタルギア。知ってる？メタルギア。たたたーん、たたたたあのね、聞いて！ね、あの姉ちゃんにね、負けないでおこうと思ってね、私もショート始めたの、見てくれた？ショート始めました。あの姉ちゃんに負けないように私もショート頑張ります。あれ？え、サプレッサーなくなったんだけど。え？サプレッサーはどうやってやんの？オプション？
オプションじゃないよね。サプレッサーが行った？ダメじゃん。ダメだわ。そうだです。ツイートしてたあれです。これね。ウィンドウを開いてっていうのが分かんないんだよな。まあでも多分一人でしょ、こいつ。はい。いないいない、どうせ誰も。一人しかいない。ね。一人しかいなかったら何の問題もない。スモーク G。ダブル PG。バレットフル。めちゃめちゃある。あ、AK ゲットした。もうこれ勝ちだわ、これ。皆さん勝ちました。あとどこ行くんですか？あ、上ですね、これは。上なので、AKB47。なるほどね。こっちかな？これですね。ボルシャンやパストクレパス。サブつけたまま撃ってたから壊れた。嫌なんだけど壊れるの。あ、出た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 、やはり来たな。また来た、この人。ザ・ボスの情報は確かに。あの人エスパーだね。ん？一人なの？来る来る来る。スチャッ。お前は俺の顔に二度も泥を。爆破すると士気が下がる。へえ。やーん。やーん。めちゃめちゃ包囲されてる。ん？すごい、なんだよ、反対向いてる人もいる。うん。お前はこのオセロットがもらう。その手は何なの一体？お前たちは下がっていろ。あ、これボス戦なの？二人っきりだ。邪魔する者はいない。俺のリロードはレボリューションだ。ホームでスイさんのショーツ流れてきてワイして、嬉しい。ホームに出てくるの嬉しいなのね。ありがとう。見てくれて嬉しいです。シュウさんこんばんは。これなんかこれを再現した YouTube 見たことあるよ私。これ回して何の意味があるのこれ。ミックスジュースみたいなこと？これ回したらどうなるのこれ。なんかいっぱい混ぜれば混ぜるほど美味しくなるみたいな。あれですね、なんだっけ、あのハンターハンターのさ、幻影旅団のさ、一人がさ、腕をぐるぐる回せば回すほどパンチ力が上がるみたいな人いたじゃん。かっこいい。なるほどね。回せば回すほどかっこいい。ああ、なるほど、それはすごい意味が深いですね。さあ、私が行くんですか？何のタクティカルアドバンテージもない。これ何で撃ったらいいの？主観じゃないとダメなのかな。はあ？これ行きたいんだ、これ行きたいんだけど行けない。これ登れないんだけど、これ登れない。ずるすぎる。あ、カサネちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。そう、行けないの私。ボスは麻酔銃。へえ、そうなんだ。やばい。はいはい、出た。緊張か。俺のリロードはレボリューション説。まあ、チェンジ到底味わえない。出た出た出た。一発ずつ落としてる。なんなのその体勢は。何も息吹。息吹よ。なんで寝ないの？そしてこいつはいつまでも寝な。もう出た。バカめ。誰がバカだって？はい。あれがスーパーアーマーが強いね。はい。帽子飛んだ。うわ、やるじゃんあいつ。は？
どこ次。そこね。はい。で、スーパー曲がってからの、こう。え、待って、めちゃめちゃ体力あるじゃん、あの人。体力お化けじゃん。ローリング、は？やってるな、こいつ。はい。打つところによるんですかね。顔ならもっと効くとか？は？やってるな、こいつ。めっちゃ嘲笑されてる私。この緊張感。木の上に蜂の巣、ほんとだわ。あれじゃない、あ、めちゃめちゃ蜂の巣あるじゃん。リロードタイム、何も息吹。はい。え、なんか怒られてんだけど私、敵に。偉そうに。はい。あ、そっちも一発撃ったよ、私だって。蜂は頭の上に来た時じゃないと意味ないのかな。は？何？めっちゃ怒ってるじゃん。はい。汚い。勝負に汚いも何もないわよ。はい。あそこの、はい。卑怯者って言われた。どこ？この戦い方でいいんですか、これ。時間をかけるとリロードが上手くなってくるんだ。面白いね、それ。は？めちゃめちゃ撃ってくる、こいつ。勝った！やったぜ。スピードローダーは使わないから。ほえー。そんななんか、二丁持ちって当たるの？使ったか。何に？出た！出た出た出た！あいつだ！なんだっけ？こいつなんて言うんだっけ？ペインですか？ペイン。確かね、蜂はペインだわ。もう最悪だもん、こんなの。こいつ、くるくるで、くるくるで蜂を倒してんだけど。それは無理でしょ、さすがに。くるくる蜂倒しは無理でしょ。気が狂っちゃうよ、こんなの。最悪だよね。全力疾走で逃げるしかない。ペインの蜂、ほえー、かわいそうに負けず食らって。やだ、もうほんとやだこれ。私虫大嫌い。すごい倒してる。とんでもない、とんでもない引き数倒してる。入れちゃった。弾が入った。なんでこいつ食らわないの。こいつは養蜂家おじさん。はい、あ、そうなっちゃう。まあ下が水って分かってるならいいんですかね。タタタンタタタタ、ユニフォーム、アニマルズ。ほえー、こっちかな。あ、海だ、海です、皆様。蜂って80キロ出んの？嘘でしょ？蜂やばすぎでしょ、それ。80キロはやばい。行きます。一気に抜けないと。O2 がやばい、O2 が。結構死ぬ私もしかして。あ、息継ぎできそう。一回出る。上がれないので、もう一回入って、え？こっちですか？こんなとこ怖くていけないよ、これ。やばい、やばいやばいやばい、全然やばい、全然やばい。なんとか耐えました。ギリギリだった。え？これ私来たとこから。これ戻ってきてない私。これ戻ってるね。怒って全力で飛んでるとき80キロ出んの？怖すぎなんだけど。
オセロットスタミナキルすると取れる。へえ。タクティカルアドバンテージは中くるくるだったね。あれこれ、え、行くとこない？あ、ん？レーションあったのにね、下に。あった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 。こう来て、こう来て。行くとこないんだけど。あと1時間で全クリ。あ、みてえさんこんばんは。来てくれてありがとう。明かりを探す。じゃ、ここじゃないんだ。少佐にコールしたらヒントがもらえる。なるほどね。あと1時間無理。諦めるんじゃない、みんな。諦めてはいけない。食事でスタミナ回復すると伸びる。へぇー。少佐、少佐ちょっと、いいですか、教えてもらっても。違う違う違う。あなた違います。奥へ進めば、マングローブ。うんうん。松明を使うといいって。自分で探せって言われた。今奥に行ったつもりだったんだけどね。あっちじゃないのか。こっちなのかな。あ、こっちかな。水産なら行ける。当然でしょ。タタタン、タラララーラー。これ登れるこれ。あ、登れるわ。タタタン、タタタタタ。なんか、光だけだ、これ絶対。はい。行くとこないんだけど。こっちじゃないのか。この、これのどこかに多分何かがある。どこかに何かがあるはず。あっち、あ、逆側なの。ん？ちょっと待って。これ行って、右側になんかあったよ。あ、あるじゃんだけど、あるじゃんだけど行けないじゃん、これ。スネーク特殊部隊なのよ。これ段差は苦手なんだよね。スネーク特殊部隊なんだから高い段差とかも登ってよね。AK を出す。うんうん。あ、いつかちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。あれさっき言ったよね、こっちは。え、この2個しかなくない？逆なのか、これ。光だけを投げると？反対方向に行ったらいいんですかね。カエルいる、カエル。なんかすごい昔、小学生の頃にカエル飼ってた記憶うっすらありますね。アマガエル。これの？あ、こっちだわ。あ、あるあるある。いいよいいよ。いいよいいよいいよ。これはね、暗いですね。ここはちょっと。カエルだらけ。雲？カエル？カエルだ。カエルだらけ。あ、マップ複雑なんだ、やっぱりここ。高難易度ステージじゃん、じゃあ。うん？ヘビだ。シャーって言ってる。はーい、ナイス。牛ガエル。こんなとこに牛ガエルいんの？怖。タバコがあれば光がマシになる。え、出たんじゃない？これ、外に。でも見えてるよ、私には。え、待って待って、あ、そんな感じになってんの？ごめん。ゲーム画面見たらね、とんでもない暗さだったけどさ、あの、私がプレイしてる環境はね、もっと断然明るいわ。ごめんね、みんな。私が見てる画面で、こんな感じですね、今。びっくりした。そんな暗かったんだ。ごめん、ごめん、ごめん。ゲーム画面、私のモニターの出力とさ、ちょっと違うのよ。本当に真っ暗だった。あ、まずは食べる。確かにね。それはそうだわ。ごめんね、みんな。さっきまで多分真っ暗だったよね、きっと。うま
私食には保守的なので、とりあえずカロリーメイト食べますね。そう、配信の方コントラスト強めにしてて、マジで何も見なかったごめんね。コントラスト高めにしてるんだよね。こっちから行きますか。見える、見えるぞ。そうだよね、モニター次第だよ、こんなの。モニター次第。ショットガンナイス。これほんとすごい広いね、ここ。実際明るさ調整をしてないと見えない。うんうん。アヒルさんこんばんは、来てくれてありがとう。私今なら結構カロリーメイト食べても美味しいって言う気がする。カロリーメイト美味しいですよね。一時期お昼ご飯ずっとカロリーメイトだったわ。21、22歳ぐらいの時、お昼休みを有効に活用しようって言ってさ、カロリーメイト食べたら健康になるんじゃないって言って、カロリーメイトばっかりずっと食べてた時期ありましたね。所持品に猛毒キノコがあった。本当ですか？やばいね、それ食べないようにしないと。私食事さ、何食べても美味しいって言っちゃうのよ。大体のものは食べてもね、美味しいって言うね。口に何かをね、入れれることがもう幸せですよね。口の中水分持っていかれる。そうだね。あ、出た出た出た。健康にな、どうなんでしょうね。あんまりその時体感なかったけど。若かったら別にね。あ、バニラ味美味しそう。若い頃は別に健康に影響出ないからね。やっぱ年齢上がってきてからよ。水の中までは追ってこれまい。あいつが出てきますか、ついに。カロリーメイト、メープルですかね、メープル。ピンクのやつ。あ、そうだよね、メープルだよね。なんで爆転したの、今。爆電する意味ありました？お前にこの世で最高の痛みをやる。いや、いいです、いいです、大丈夫です。あ、ゆけちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。体が心配だよ。まあ、それはでも二十歳ぐらいの時だから、まあ、必要以上に食べないのちょうだいだよね。マイドナスさんこんばんは、来てくれてありがとう。ゼルナミ、はーい。これどうすんの、これみんな。これはどうすんの、これボスだからあれなの、やれ。これえ、あ、入れるのか、これ。AK ある、AK。あ、いたたたたたたた、何トミーガンって。トミーガン気持ち悪い。AK の弾がもらえるっていうことはですよ。こっちも AK で、あ、挑むんだけど、これ AK ですね、これは。ウェポンで、AK。AK で、あ、照準がもう、やばいぐらい悪いね、これ。はい。聞かないのこれ。あ、聞いてないわ、本当に。待って待って、はい、本当に聞いてないわ。あいつやばいね。何投げてんのこの人。あ、今だ今だ。は、撃ち合い撃ち合い。あー、守られちゃった。ここは大丈夫。やばい。で、脱いでからがスタート。グレネード投げるときにグレネードって言ってくるのはすごい。あ、これが運んでくるのか、グレネード。なるほどね。で、バーンってなる。わかったわかった。グレネード投げるときですね、これ。蜂が運んでくるってやつ自分で投げないよね、こんな距離。だが、こいつが許すかな。はい。よいしょ。はい。追われる。ダサ、端に守られて。
自分の身ぐらい自分で守りなあんた。やばいやばい。はい。はあ？よいしょ。あーやばい。やってるなあいつ。それ蜂がそこ行くんですね。それは水中からって撃てないんだっけ。やばい、水中から無理なのか。なんか下にも何かありそうなオーラを感じるけど、あ、フィールド内に小島2つあんのこれ。なんか分身したんだけど、見破る必要ある？それそもそも。ほんとだ、あるわ。やばいやばい、飛んでくる飛んでくる。あっちね、あっち魚がいっぱいいますね。ここね、はい、これで今あいつ硬いね。はい、あ、なんかあった、なんかあった、なんかあった、なんもないわ。ここ一旦待って、一旦これ落ち着くまで待って、落ち着いたら上がる。あいつすぐガードするじゃん、汚いよそんなの。どうして痛みを教えてやれ。どうしてもこうしてもないよそれ。ダメだわ。はあ、ああなるほどね。あ、ダメだねこれね。で今ほらもう私登ったらやってるな、これ火炎放射器確かに使いたい。それはジブンの銃にそんな名前つけるって何なのそれ。困ったらコール、確かに宝石鉢さんちょうどじゃん、ちょうど宝石鉢さんじゃん。宝石鉢さん、蜂ってどうやって対応したらいいんですか。ザペインは蜂を自在に操る能力を持っているらしい、はい、そうですね。蜂を使った攻撃に気をつけて。手榴弾で、なるほどね。待って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 、痛い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 、もうスタンガンじゃなくてですよね。スタンガンじゃなくて、あ、こっちでマイクのところにグレネードで、はい、でこれやって、それ向こうもびっくりするよね、ハチちゃんもね、グレネード投げられたらね。は？なんでよ。 OK？ いった？あ、あれ防げるじゃん。確かに蜂で銃防ぐって聞いたことないよあんた。ガリガリ削られてる。ではい、で投げて構えて、え、難しい、何それ、全然当たんない。グレネードさ、放物線が出ないのよ、着弾予測が。だから当てらんないわこれ。グレネードってそんな近くに当てないとダメなの？よいしょ、はい、当たった？蜂が、やっとやっとやっと。この画面もさ、もう酔いやすいことこの上ないわこれ。来る？来てるねこれ蜂が。はい、イライラするなあいつ、ほんと。乗る、グレネード、しようね、やった、撃ち落としたらいいんだよね。
ずるすぎない？もう一生はないんだけど、これなんなのこいつ、むちゃくちゃだわ。もうここ行く、二人いるのをふははじゃないよ、ふははじゃん。で、これさ、こっちのがいいんじゃない？あ、待って、これハッシュパピーの方じゃん。イライラするなこいつ。で、だいぶでもね、分かってきたよ。余裕だったわ、冷静にやったら余裕だった。なんか戦隊ものっぽいねこの動き。ちょっと酔ったもんね今ので。すごいね、あのあれが、視点がさ一気に切り替わる時が気持ち悪いんだよね。何してんのこの人。ファイヤービーはははじゃないよこの人、気持ち悪い。何まだあんの、もういいってもう、ね、え、うわー、痛い痛い、当たってない、待って、当たってない、あれ当たんないの、嘘でしょ。あれが当たらないのはやりすぎでしょそれ。やばい、一回降りる。このさ視点変更が超気持ち悪いんだよね。第2ラウンド、おーやだー、こっち行って、これ乗って、まだいるじゃんあいつ、いるじゃん、なかなかいるじゃん、よいしょ、ペイン、で、もうだいぶ分かってきた、だいぶ分かってきた。で、装備する、弾切れた、仕留めたい、ナイス、バレット B に体内を食い破られてるやばい。でも勝ったよみんな、食い破られる前に、エイリアンになる前に勝った。エイムを磨くっきゃない、エイムを磨くっきゃない、エムじゃん。だってもう顔刺されてるもんね、この人顔を刺されてるもの、ものすごい数やったぜ。害虫駆除、イエーイ。で、あのあっちですかね、これ潜りたくない、潜るとほんと酔っちゃう、これ多分こっちでしょ、上がれるでしょ、はいはいはい。あ、ソムニアさんこんばんは。バレットビーは重装と同じ、あ、これ効いてるわ、すごい効いてる。バレ飛んでるものユーズと、どれ治ったよ、バレットビー絶対治らないでしょあんなの。バルドスズメバチの巣を持ってると腐らない蜂の巣が取れる、へえ。気はしたよみんな。あ、スタミナちょっと上げときますか、フードでロシアンレーション、あ、ロシアのレーションってまずいんだ。ここ来てないよね、こっちからね、こっちだよね今から。
蜂が体内を飛んでるってもう最悪だよね。下校ってフロック A 下校ってあれ私こっちから来なかった。やばい、こっちから来たっけ。来てるね、こっちから。ロシアレーションはカロリーが高い。それそうじゃないと多分寒さをやっていけないからですね、多分ね。カエルさんが食料になっちゃうね。当たんない？当たんない。ナイス。ポコピーン。こっちじゃなくて、これまだこっち？こっち行って、ずっと反対方向行っちゃう。なんかこのゲーム方向感覚、難しいわ。カニシャン。カニシャンを取りまして、せっかくね、這いつくばってんだからさ、ついでに、ご飯ぐらいはゲットしとかないとね。このカンカンになるのすごいいいですね。まずい食事も食べ続けたら慣れるんだ。へぇ。このカニは美味しくないだろうね。でもどうだろう、火で炙ったりして食べたら食べれちゃうのかな、普通に。サワガニみたいなもんだもんね。サワガニよりは硬いな、これは絶対。なんかめちゃめちゃ子供の頃にさ、田舎の家の前で採れたサワガニの天ぷらを食べた記憶がね、ちょっとだけありますね。サワガニの天ぷらって結構豪華というかさ、あんまり食べれないよね、普段。だってサワガニの天ぷらって売ってるとこあります？料理屋では出てこないもんね。あ、リマさんいらっしゃい。来てくれてありがとう。あ、出れそう。来た来た来た。南大賀にはスネークは結構好き。はい、洞窟を抜けると初見殺しが出る。でも私はゲーム